さて、今回からこの杉田ビルでね、キリュウちゃんのしのぎやっていこうかなと思います。これね、ほらこれ、もう全くやり方わかんないんで、もう攻略見ながらっていう形になると思うんですけど、まあ和島さんのね、キャバクラパートみたいな感じでやっていこうかなと思います。する、まあイベントだけね、こういう風に流して。ん？なんだこの曲は。え？こうやって急に始まるもんなんだな、これ。名前なんだっけこの人。死にかけの老人。使い古されたビデオラジオ。ビデオラジオじゃない。なんだそれ。え？名前なんて読むんだろうこれ。マリナかな。マリナがラジオつけっぱなしにしてるのか、全くしょうがないやつだな。これ止めたらダメだよ。年老いたあの死にかけのおっさんが、このメロディーが切れた瞬間なくなるっていう多分念能力だな。このボタンか？止めたね。てか止め方もわかんないのか？キリュウちゃん。さっきのね、なんか始まったラジオのね、やつはサブストーリーだったんでね、あのカットしましたね。なんかめちゃくちゃ熱いこと喋ってたんですよね。皆さんは目玉焼きに何かけますかとかね。ちなみに僕は醤油ですみたいな。ソース、塩、マヨネーズ、ケチャップ全部お試ししてみたけど、ソースとケチャップが受け入れなくて、塩とマヨネーズは普通にうまかったけど、やっぱ僕は醤油派ですっていう話をしてました、ね。ひたすら6分間ぐらい。それ全部カットしたんで、今ここだけ簡単に説明しておきますね。ということでやっていこうかなと思うんですけど、多分ね、イベントが起こるまでかなりあるから、そんなね、あれなんだよね、動画にすることはないと思うんですけど、やっていきましょう。この金でどうだ。道端でね、札束堂々と広げて店を買い占める成金桐生が見れたところで、まあ戻りましょう。いきなりムービー流れて驚きすぎて何も言えなかったですね。え？絡まれてんだけど。やめてください。ビーチクパーチクビーチクパーチク、うんつくパンつくうんつくパンつく、うるせえ女だな。さっさとキリュウとかやろう、出せって言ってんだら。娯楽王じゃん。だから今いないんですってば。おい、俺ならここにいるぜ、何かやろうか。俺思ったより強そうなやつ来てビビったりしないのかな。社長。おう、貴様が社長。ん？貴様は前に肩がぶつかった兄ちゃんか。まさかあんたが桐生社長とはな。よう覚えてたな。やはりお前が娯楽王か。わざわざうちに何の用だ。お前と思い出話するような暇はないぜ。俺のエリアをあれだけ荒らしておいて何の用だはないんじゃないか。俺は純粋に事務所経営をしているだけだ。それをお前にとやかく言われる筋合いはない。だからよ、それが悪いことだって言ってんだよ。何のつもりだ。もう俺様は遠回しないことが嫌いだよ。邪魔者や分からず屋さんにはいつも交差してもらってるんだ。山野井さんの時もそうだっただろ。つくづく腐った男だ。やはりお前なんかにこのエリアを渡しとくわけにはいかねえな。そんなヘラずくじすぐに叩けなくなるさ。おい竹下、この世間知らずのバカ社長をお仕置きしてやれ。お仕置き、死んでも恨まないでくれよ兄ちゃん。すごいモブ顔なんだけど。マジで納豆1日に6箱ぐらいを1週間ぐらい食わしたいな。死んだのはそっちじゃないかなっていうね、え？はあはあ。竹下でも歯が立たないとか大したもんだな。あんた口だけじゃないやろ。キルちゃん、今更そんな演技して、あんたその頑張りに免じて今日はこれくらいで勘弁してやる。だがこれ以上俺を殺したら、その時こそ命はねえ。この俺様がじきじきにお前を殴り殺してやる。覚悟しておけよ。まあお前が死ねば、どっちみちお前の物件は全て俺のものになる。こっちはそれでもいいんだ。死にたくなかったら手を引け。手を引かないなら殺す。よく考えるんだな。ファイブビリオネア舐めるんじゃねえぞ。出せ、ファイブビリオネア出せ出せ。あの店の明かりでちょっとピンクっぽくなってる自転車出せ。社長大丈夫ですか。いやマジで、あの全然余裕ですよ。100人ぐらいに囲まれたタイミングで殴り倒して普通にね終わってましたからね、あの登場会本部で。手段を選ばない野郎だ。いつか戦うことになるかもしれないな。用心しよう。いや戦うんだよ今から。お前はそれは強制的に俺が戦わせるんだ。あ、社長何？さっき娯楽王さんが部下の竹下とかいう人が来て、え、何も動いてないけど。社長にカラオケスナックに声と伝えろ。カラオケスナックに、何なんでしょうね、分からん。だが最近奴らのエリアをかなり奪い取っているからな、なかなか近々接触あるだろうと思っていた。よし行ってこよう。
でも罠かもしれませんよ。もしかしたらまた暴力を。どうだろうな。だが喧嘩を吹っかけるならわざわざカラオケスナックなんかに呼び出さないだろ。安心しろ、行ってくる。気をつけてくださいね。娯楽王が待ってるカラオケスナックに向かおう。向かおう。どうした。娯楽王に呼び出されたカラオケスナックとは多分ここのことだろう。どうする。入ろうぜ。よし、入ろう。まあ、入らないと進まないですから話が。どうした。つぶらない瞳を輝かせて。俺たちのジャッジメント。あ、あれね。よ、日本一。あ、来ましたよ、キル。おお、キルさんよ、ご無沙汰だな。なんだってんだ、こんなとこに呼び出して。カラオケバトルでもする気か。まあそう怖い顔すんなって。今日は一緒に遊ぼうと思ってな。おう、俺たち5ビリオネがよくやるんだが、お互いの島の一部をかけて勝負するんだ。勝った方は負けた方のエリアの一部をいただくことができる。どうだ、ヒリヒリして面白いだろう。前 67% ぐらい俺にもらわれて、残り 33% ぐらいしかねえのに、よくそんな強気でいられるな。そんな危ねえことやってんのか。負けたら相当な痛手になるじゃねえか。だから面白いんじゃねえか。少なくともパチンコで一発当てて成り上がった俺様にリスクがどうとか、そんな耳ちい常識は通用しないぜ。で、その勝負ってのは何で戦うんだ。今回はこれよ。やっぱこのカラオケバトルすんの。最近のカラオケってのは履いてくれよ。歌を100点満点で採点してくれるんだ。この採点機能を使って勝負しようぜ。点数の多い方が勝ち。でどうだ。ならビビってんのが情けねえな。それともオンズなのか、あんた。負けたらエリアの一部を失うのは痛い。だが勝ったらでかいしな。ここは受けてみるか。分かった、勝負させてもらおう。歌には自信もあるんだな。じゃあまず俺から行くぜ。曲はジャッジメント審判だ。やかましいんだよな。もうカットしようこれ。全部カットしてやる。点数80点か。まあこんなもんかな。さあお前の番だぜ。もし同じ得点だったらあんたの勝利でいい。耳の穴かっぽじってよく聞いておけ。そいつは楽しみだ。80点ってさ、そんなに大それてね、自慢できるもんじゃないよね。80点以上取れれば勝利となります。勝率が 10% アップする。おお。じゃあまあ集中してやって、最高得点96回ですから。俺は集中してね、ボタンを押したいなと思います。もうね、ジャスティスじゃねえんだよ。錦いるのよ。どっから出てきたの。決別しただろうが。例えば六方全書がどうのこうのみたいなコメント来てました、ね、どうでもいいけど。いつ見てもノリノリなんだよな。ジャッジメン。どっから出てきた錦山。あと今レイメンさんもいなかった。レメさんもいたよな。ノリノリじゃねえかお前も。どうも、勝ちました。なかなかうまく歌えてよな。バカな、こんないかにもカラオケが下手そうなごつい男がなぜここまで綺麗な男よ。まあ、声優だから後ろの女が惚れ惚れしてるかな。約束通りあんたのエリアの一部をいただくぜ。ちくしょう、やったぜ。 10% アップ。うれピス。まずいですよ。たださえこいつに主導権を握られてるのにさらに奪われちゃうなんて。うるせえ、そんなこと分かってんだよ。ちゃんと奥の手はまだあるんだ。おい、キリュウさんよ、お遊びはこれでおしまいだ。俺もこれからさらに本気を出させてもらう。あんたに奪われた分全て奪い返してやる。金に富はつけねえで覚悟しとけ。望むところだ。じゃあな、次に会うことがあるとすればその時があんたの最後になるかもな。それが怖いなら今からでも遅くねえ。さっさと手を引くことだ。よう言うぜこいつら。よく言うわ。娯楽王もこれから本気になってくるようだ。決着をつける日も近いかもな。決着？あ、社長。どうしたんだマリナ。そんなに慌てて。娯楽王の部下がさっきやってきてこれを。また娯楽王の部下が。挑戦状のようです。俺の縄張りに来いと書かれていました。俺の縄張りだ？もうな、占有率は 100% なんだお前のところは。やつの縄張りに。あいつのことですから、恐ろしく、おそらく暴力で片付けようとしているのでしょう。罠です。行かない方がいいですよ。いや行こう。まあ、行かないと何も解決しませんからね、これは確実に。暴力で決着をつけようというのならこちらも好都合だ。くれぐれもお気をつけて。確かにね、キルじゃん、暴力でしか解決できないから逆に。娯楽王の縄張りはセレナ裏だったな。しっかり準備して向かうとしよう。ファイアビリオンが調整を受けている間は店舗から逃げ回収がストップしてしまいます。なるほど。
行こうじゃねえか。セレナ村なんでそんなところ。ゴラウ公から呼び出されたな。ここだったら乗り込むか。いや乗り込もうよ。なんでこんなところに陣取ってるんだ貴様らは。レーナさんに謝れ。待ってたぜキリュウさんよ。娯楽王か、来てやったぞ。何か用か。何か用かだと。アホか。クックック。用があるに決まってるじゃねえか。む、おい。この前警告したよな、手を引けって。さもないと。殺すというわけか。よくわかってるじゃねえか。お前を殺せば、お前に奪われた物件も土地も取り戻すができるしな。一石二鳥だ。犯罪を犯すことに対して何も危機感を感じておらぬ。やばいぞ、こいつ。お前さえいなければ今頃俺は山の井を潰してこのエリアをほぼ全て手に入れることができたんだ。邪魔しやがって。ああ、そうか、山の井があそこで踏ん張ってたからキルちゃんがね。そうそうそう、俺みたいな素人に邪魔されるんだから、そもそもお前に経営スキルがなかったんじゃないのか。間違いねえ。お前の経営ってのは暴力や嫌がらせで山の井みたいな年寄りを脅してるだけだろ。それで経営者気取ってるなんて笑っちまうぜ。なんだと、ファイブビリオネの一人であるこの俺様を侮辱するとはもう許せねえ。いやでも本音っていうか、まあ本当のことだから怒るんでしょ。娯楽王様の恐ろしさ面白がいい。おい、こいつら血祭りにあげるぞ。血祭りってよく言えたの。お前が血に塗られたような服装してんじゃねえか。お疲れ様でした。メガネバリーン。へへへ、あれ死なない、どうしたら。おお、そういうことか。びっくりした。ね？何？うわすごっ。どんな能力だお前。何これ。何これ。びっくり。クソダサくなった急に。ああ、制圧完了。びっくりしちゃった。なんだこれ。ぐは強すぎる。今手前に倒れてる部下ビクッてしなかった。どうした、俺を殺すんじゃなかったのか。なんで1回目あんなに苦労したんだろうな。わ、悪かった悪かったって。おい、情けねえな、娯楽王様ともあろう。もう右のやつどうした、なんだこいつやばいな。え、右のやつがもう凶悪すぎてビビったわ。誰だこいつ。お前ら来てくれたのか、来てくれたのか。確率に見放されに来ただろう。あ、一番左ガードマン。めっちゃそれっぽい頭じゃない。なんだ貴様らは。そうか、お前は知らないのか。なら教えてやろう。なんでお前が得意げなんだ。俺たちがファイブビリオネだ。ビリビリ、一番左やばくない。お前らがファイブビリオネや。おーおーおお、全員陰キャみたいな顔してる。一番左だけ違うけど。いや助かったね。お前らがいれば100人だけださ、一緒にこいつを。負け犬が何を言ってるんですか。おお、明らかに週2ぐらいで秋葉原行ってそうな男だな。何、え、てめえみたいな金だけの使えない男に俺たちが協力するわけねえだろうが。すごいな、中学時代にいじめられすぎて40代になってからも生きりをやめられない人みたいな。しかも情けねえ負け方しやがって。てめえはファイブビリオネの面汚しはさっさと消えろ。そんなお前ら仲間だろ。あら、何言ってるの。ファイブビリオネは仲間じゃないわよ。どうしたんだ。もう男という人種を極めすぎて、もうこれから女になってやろうって性転換したやつみたいな。ただの目的が同じ、億万長者の5人の総称、仲間じゃない。だからあんたの尻拭いなんかする義理ないの。間違いないな。てか億万長者ってどういう意味なんだろうね。俺らはお前を助けに来たわけじゃねえ。お前を倒した男の顔を拝めに来ただけだ。これから世話になるだろうしな。右から2番目一切喋んないけど。あっ、喋ってたわ。賭博王。あんたが桐生社長か。俺は賭博王と呼ばれてる男だ。以後お見知りおきって頼むぜ。そしてこっちがオカマ王か。風俗王よ。ピンク通りエリア遊ばしてもらってるの、よろしくね。ちょっと、あ、それとも女性で筋トレしすぎてこんな感じ。そして僕は芸能王、ディスコッキングとも呼ばれてるよ。あー、お笑い芸人じゃなくてホストに憧れた、キングコングの梶原雄太が多分これになりそうですね。電脳王です、どうも。娯楽王を倒してこれで天下地通りエリアはほぼあんたのものになったわけだ。おめでとうさん。あ、だから俺がファイブビリオンになったこと。さて、それでこの後あんたはどうすべきだ。天下地通り以外のエリアにも手をつけていくつもりか。ああ、もちろんそのつもりだ。カムロ町いつまでもあんたのマネーゲームとかいう遊びに使われたくないんだな。ってことは一度カムロ町ってキリュウちゃんの手に落ちてんだ。
言ってくれるわね。どうしてこんなクソ汚い町にそんなに感情移入ができるのかな。言ってくれるわね。いや、大した男じゃねえか。正直俺たちはこの土地へのこだわりはない。だがこの土地が生む金にはこだわりがある。もしこの場所があんたにとって大事な場所なら死ぬ気で俺たちから奪ってみるんだな。賭博王さん、あんたは一番最後に取っておいてやるよ。そうさせてもらうぜ。ちなみにあなたが倒した娯楽王は5ビリオネアの中で一番弱いビリオネアです。くれぐれも調子に乗らないよ。一番弱い5ビリオネアって何。まあせいぜい頑張りゃ弱小事務所の貧乏経営者さんよ。楽しませてちょうだいね。うふふふふ。また会おうね。それでは笑わない。あいつが一番の強者か。ってことはあいつを一番最初にやろう。厄介そうな連中だな。電脳王から最初にやろうかな。まだいたのか。そのもしよければ俺もあんたの仲間に入れてもらえないか。何。ああ、5ビリオネの名前に泥を塗っちまったからな。下手したら俺あの人に消されかねね。いや、こっちの話だ。頼むよ。俺は仲間にしてかくまってくれ。ちゃんと仕事をするからよ。あと、もしよろければ、よろしければ、ん？もしよければ、部下の竹下も一緒に頼む。え、それ以外の部下は？まあいい、人手は足りないからな、好きにしろ。やった。オンで切るぜ。え？本当に言ってる？あ、本当だ。これからが本当の戦いの始まりか。え？チンピラスタイルの、まあ、あれと一緒だね。なんだっけ、キャバクラの時でしたね。なんで封印解除されるのっていう。やったー、封印解除したな。じゃあまた、なんだろう、うん、まあ、次電脳撃破に向けてやろうかな、うん、電脳風俗王芸能を賭博王に行こう、うん、賭博王のおっさんがなんか一番見応えありそうだから。何この人、すっごい早歩き、すっごい早歩きだったのお姉さん。なんでそんな早く歩くんですか。引っかかってますよ。キリュウさん、どうやら娯楽王に打ち勝ったようですね。お見事です。やはりあなたに任せて正解でした。娯楽王さんがさっきここに来て挨拶していきましたけど、どうなってるんです。ああ、なんかうちの従業員になったんだよ。 あいつはここで働くことになった。手強かった分味方につくなら心強い。山野井さん、いいよ、うん、先ほど彼から直接謝罪を受けましたし、つまらぬ感情で貴重な人材を失うのはもったいない。私も彼の採用には賛成しますよ。山野井さん優秀、めっちゃ有能じゃん。娯楽王さん、詫びの品だって言って物件の権利書を置いてきましたよ。確認しましたが、それらの物件は他の5ビリオネのエリアの店舗ですね。彼らのエリアに切り込む起点できそうです。マジで？すご。芸能王が管轄しているエリアだけはちょっと準備に時間がかかりそうですけど、他の3つはすでに準備できています。あ、そうなん？芸能王が最後なん？やだな。お仕事がいっぱい増えて大変ですけど頑張りましょうね社長。マリナちゃんもあげまんすぎる、マジで。あげまんすぎない、この子。いい奥さんになりそうだぜ。ん？内装変更？何？実は私の古くからの知り合いのつてでね、この事務所の内装を変更することができるんですよ。しかも無料で。ちょ待って、見たことあるぞこれ。うん、上から愛ちゃんかお前。無料なのかすごいな。確かにいつも同じ風景じゃ窮屈だ。たまには内装を変えて気分を変えるのもいいかもな。マジで？変えよう変えよう。内装変更しようや、山野井さん。話しかけさせるよ。内装変更しよう。じゃあクールレッドにするわ。レッドなのにクールとはそれいかに。どんな感じになる？あらー、床がフローリングになったんだけど。気分が一新されましたね。また変えたくなったら声をかけてくださいね。変わるね。キャバクラの時と違って全くもって変わるね。すごいねこれ。じゃあ電脳行くか。あ、上から順にやっていく感じにしようか。じゃあね、ボロ儲けだぜ。毎回走り寄ってくるのおもろいよね。稲葉市の社長、電脳エリアにおけるうちの占有率が 30% に達しましたよ。この調子でどんどん開拓していきましょうね。してこうね。ああ、そういえばその電脳ってのは一体どんなやつなんだ。確か外見オタクっぽいやつだったような気がするが、電脳は中道通り周辺を牛耳っている5ビリオネアの一人です。あんだけさガチオタクっていう見た目してて5ビリオネアの一人って若干ギャップだよね。 IQ190? もう190までいったら逆にバカだろ。言われる頭脳の持ち主でハイテクな最先端技術の開発と投資で成り上がった男だそうです。何？ IQ190 すごいな。見た目からはそう見えなかったわ。まあ、キルちゃんも見た目からね、仇だと思わねえか、それと一緒だよ。
見た目と違うのはそれだけじゃありません。彼はあれで喧嘩の方も相当強いらしいですよ。え、あれ好きであの格好してんだ。あのエリアを根城にしていたチーマーたちが彼に絡んで返り討ちに当たって、それ以来彼に従うようになったという話です。はあ、文武両道ってやつな。ということはあいつの周りにはチーマー連中もいるっていうことか。そうだよね、ガチで頭いいからさ、多分、いや普通にトラブル解決するためには強い方が良いのでは、クイッとか言って多分筋トレしてんだろうな、ええ、これからエリアを巡って争っていくわけですから、彼らとも頻繁に戦うことになるかもしれませんね。チーマーを従える IQ190 の男、やばいな、うん、それはやばいなかなりやばいですねそれはやばいしか言うてね。ん、はい、はいはい、え、ゲームセンターに、はい、何、どうしたんだ、相手は誰だ、誰でしょうね。わかりません、聞いても答えてくれなかったので。ただ桐生に中道通りのゲーセンに来いと伝えると。中道通りのゲーセンに、一体何のよ。もしかしたらあそこは電脳エリアですから、その手下からかもしれませんね。ああ、電脳だね、来なかったらどうなるかわからないとか言ってましたよ。どうしよう、私不安で。安心しろ、お前に危害を加えさせない、俺が絶対に守ってやる。惚れるで桐生じゃん。まあ40代ぐらいのママが使うやつ。電脳王からの呼び出しだ、中道通りのゲームセンターに向かおう。いや行こうか、じゃあ中道通りのゲームセンターとやらに。中道通りのゲームセンター、あ、外でいきなりイベントなのか。ガッてなっちゃった。んこいつらか。わざわざ来てくれてありがとうな桐生さんよ。チーマーの方たちですか勘がいいね、さすがやり手強キャプテンだね。お前らみたいなチーマー連中に言おうわね。電脳とやらは中にいるんだろう、通らせてもらうぜ。おっと、そうはいかねえよ、通れたければお前らを倒せってことか。いや、一瞬で倒されるの分かっておきながらやるんだから、分かってないんだろうなねえ。おお、空中で止まっておるぐ、なんて強さだ。約束通り通らせてもらうぜ。かっちょえ、拳で黙らせる男かっこいいぜ。プロレスコミックタンタンって何、ガンガンかな。あー、ゲームやってらすごいな、ゲームも好きなんだな、ちゃんと。あんたが電脳か、おいおい、聞いてんのかな。人がゲーム中に声をかけるなんてマナー知らずだな勝手に動いてるぞテレビのね、モニターのやつ勝手に動いてるぞ。お前100円入れてねえだろ。前の方から呼び出しておいて、その言い草はねえだろ。一体何のようだ。僕は君に俺を言いたくて呼び出したのね。そう、君が僕のエリアを荒らしまくってくる、荒らしまくってることへのお礼だよ。お礼という名の粛清か。世の中は貧乏人とバカばっかりでね、カムロ町のこのエリアを乗っ取るのも意外と簡単にできちゃったから退屈していたところだったんだ結構マジでいいガタイしてんな、服の中から。だから君みたいなやつが出てきてくれて僕は楽しい、ありがとうね。敵に礼を言われるとはな、あんたのエリアを奪っているんだ。普通は怒るもんだろう。そんなんで怒らないよ、僕にとってはこれもゲーム、お遊びの一環だからね。最後に勝つのはどうせ僕だし、どうかな。最後に勝つのはお前じゃないかもしれないぜそれはないよ、知ってるだろ、僕は IQ190 の天才だよ。そしてカムロ町で一番のゲーマーだ。そんな僕にゲームで勝てるわけがないだろう。お前はゲーム感覚でやってるかもしれないが、これはゲームじゃない。お前らがカムロ町を金儲けの遊び場にしているせいで困っている連中が大勢いるんだ。それを考えたことはないのか急にロボットになるじゃん。考えるわけないでしょ君、ゲームで倒される雑魚キャラの気持ちなんて考えたことあるのないでしょ。一応あるよああ、こんなに倒されるためだけに生まれてきたスライムってどういう存在なんだろうなとかね。そこにちょっと奥深さを感じて、こっちとだゲーム楽しんでんだ、バカタレが。お前みたいに上辺だけでな、目の前のこの敵を倒せばいいってゲームやってるわけじゃねえんだこっちは。とにかくこれからもよろしく頼むよ、せいぜいあがいて僕を盛り上げてほしいな言われなくてもそうさせてもらおうぜ。ああ、ちょっと待ってよ、せっかくゲーセンに来たんだ、ちょっと遊んでいかない？え？娯楽王と辛く勝負やったらしいじゃない。なら僕とも勝負しようよ、もちろんゲーム対決でどうだい。そう、ゲームはアウトラインでもしようか。僕はレースゲームはあまり得意じゃないから、これなら比較的平等かもね。僕が出したスコアを超えられれば君の勝ち、超えられなければ君の負け。どうだ、シンプルだろ。もしかし今回も娯楽王の時みたいなお互いのエリアの一部かけるのかいやー、そのラン苦手なんだよね。もちろんだよ、それくらいかけないとゲームが面白くならないじゃない。もちろん受けるよね、素直に断らせてもくれないようだしな。分かった、受けてたそうじゃないかじゃあ僕から先に行くよ。これが何万点かによっては
ですか500万点。ちょっとミスが多かったのでやっぱりレースゲームは苦手なんです。500万点500万点これ10%ダウンしてもいいからもうすぐに負けたいレベルなんだけど500万点は無理だよ。普通に負けました普通にやって普通に負けました。ああ苦手なんだよな。500万とか行ったことねえわ。ああ300万超えるのにも1時間くらいかかったのに、このサブゲームで無理だわ。そんなん500万とかバカじゃねえの。普通に負けたわ。たまに出るこっちの方が良くない？ローディング画面なんでナウローディングなの普段のローディングあっちの方が良くない？明らかに負けました。はい。まあでも僕に挑戦する勇気は買うよ。でも約束でエイリアの一部はいただくね。いやいいけどさ別に。あいいよいいよ、うん、それでも 62% あるんだ。いやはや楽しい時間だった。やっぱりゲームは強いライバルがいた方が盛り上がるね。もう用件は済んだか。俺もお前にずっと付き合うほど暇じゃねえんだ。じゃあな。ああそうそう、もう一つだけ、うん、なんだ。あんた殺されるかも。殺される？誰にだ？さあ、ま、皆が僕みたいに温厚で君の存在を歓迎してる人間じゃないってことさ。調子に乗るのはいいけど、まああんまり5ビリオネを舐めない方がいい。上等だ。そんな脅しはね、あんまりキルちゃんには役に立たないですよ。なぜならもうずーっと極道に、これ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 、この画面。なんでこの画面でしたの？さっきの点滅の方が良くない？うん。堂島組にどれだけ命を狙われたか。完全にゲーム感覚で楽しんでやがる。食えねえ男だから用心しねえと。まあ、食えねえ男って認めてるあたりがね、キルちゃんだなーと思いますよね。お、始まったな。早く出ろよ。あ、社長すいません、電話に出てもらえますか？あ、なるほどね。何書いてたの今。脅迫状？もしもし。やあ、キリュウ君。その声は電脳か、何のようだ。よく声で分かったな。今暇？またゲームで付き合ってほしいんだけど。ゲーム？ゲームは一人プレイより対戦の方が盛り上がるからね。付き合ってくれよ。場所は僕の縄張り。邪魔ってるからね。どこだよ。言えよ、最初に。なんだ？もしかして電脳からですか？え？山野井さん、なぜ分かったんだ？ゲームに付き合いだったさ。ゲームって何でしょう？気をつけてくださいね。ああ。ゲームとは一体何だろうな。悪い予感がする。しっかり準備して電脳の縄張りに向かおう。5ビリオネからの挑戦。ああ、いいよ。そっか、じゃあ向かうか。あ、はい。了解です。分かった分かった。来たでー。ここやろ、どうせ。いやあ、キリュウ君よく来てくれたね。さーて、早速やろうか。何をだよ。ゲームだよ、ゲーム。対戦型の熱いやつさ。なんだ、喧嘩のことか。それならビデオゲームよりは得意なんだよな。相手になるぜ。今回も何かをかけるのか。ああ、かけるの。お互いの物件すべてだ。ちょ、まあ、ずるくない？俺、こいつのさ、エリアの物件 100% 占めてんのよ。君が僕に勝てたら僕はこのエリアの所有物件を譲り身を引こう。君が負けたら僕にすべて譲れ、どうだい？まあ負けた時に君が生きている保証はないけどね。僕こう見えても強いからさ。まあ強いんだろうけどね。俺はその条件で構わないぜ。俺も負ける気はさらさらねえからな。マジで？後悔することになるよ。多対1なんだよ。なんだ、怠慢じゃねえのか。本当はそうしたいんだけどね。確実に勝つためには手段を選べないんだよ、僕。結構切羽詰まってるからね。まあ、切羽詰まってるとか、まあ、100% こっちだからな。まさか IQ190 のスーパーゲーマーの僕がこんなチンピラ男に追い詰められるとはね。僕やっぱり経営の才能はないのかもな。経営の才能か。ああ、そうだと思うぜ。人に言われるとムカつくね。まあいい。なんか他の人たちより全然知能的だよね、やっぱり。190あるだけあって。え、顔怖っ。僕のエリアを随分奪ってくれてどうもありがとう。楽しかったよ。でもちょっとやりすぎたから君を殺してまた奪い取らせてもらうね。怖っ。IQ190 とは思えないな。さあ本当のゲームの始まりでは生き残ってみなよ。まあでもシンプルでいいよね、この方がね、うん、倒させていただきますよ。いや BGM 鳴りながらローディングしないで。やってやろうじゃないか。キルちゃんもやる気満々だな。お疲れー。あ、出る出るぞ出るぞ。みんなみんな見ろ。はい、制圧完了。これおもろすぎるよ。おもろすぎでしょこれ。何これ。いやいいじゃん。やはり強いね、キリュウ。まだやるか。いやもういい、僕の乾杯だよ。
潔いんだよな。今思って僕はこのエリアから、そしてカブラ城のマネーゲームから脱退しよう。いいのかそれで。ああ、経営でも喧嘩でも負けたんだ。これ以上やっても仕方がない。続けても君との差が広がるだけだよ。僕は金で所有するだけだったが、君は手に入れたものを育てて所有率を増やすというテクニックです。ゲームもそうだが、先に自己流の攻略法を実践したやつが勝つ。君が勝つのはゲーム的に見ても必然だよ。俺は別に特別なことをしてるつもりはない。他にやれることをやっただけだ。まあだからストーリー進めながら、その間に出てきた雑魚敵でレベルアップさせるタイプか、もう事前にね、メタルスライムとかハグレメタルとかでレベルアップさせておくかの違いってことですか。違うと思います。つくづく叶わないな君には。ハイテク株への投資ですごい金を手に入れて、マネーゲームに参戦して5ビリオネと呼ばれて、慣れない中でいろいろとやってみたけど、正直何億円稼ぐよりもゲーセンでこうやってゲームやってるが全然面白かったよ。さすがだ、さすがオタク。やっぱり僕はビデオネアよりゲーマーの方が性に合ってるみたいな。まあ、この子がね、将来ね、あのプロゲーマーになって活躍する姿、ゴリゴリのオタクプロゲーマーって絶対人気出るよ。キル君、もしよかったらまた対戦しよう。今度は何もかけずにね。何もかけないのは勝負として盛り上がらない。夕飯くらいはかけてもいいぜ。キリュウちゃん。なかなか面白そうだ。自分に経営の才能がないことを思い知ったから、僕はこれから一ゲーマーに戻る。でも少しくらいは協力させてもらうよ。え、やった。そのアケデンナミヤみたいな名前のやつは何。誰。あー、このマネージャーたちさ、ここに置いておくのいいよ。ありだよな。本当は前面に立ってガンガン手伝ってあげたいところだけど、あんまり埋れてたとあの人に狙われかねないからね。あの人。あ、いや知らない方がいいかもね。あの顔見えなかったやつか。まあ僕もこれで5ビリオネアの裏切り者だから、その辺はさせておくれよ。キリュウ君もとにかく命には気をつけて。え、殺そうとしてたの今。ああ今殺そうとしてたの。え、いや見られてる。全然隠れられてない。なんで全然隠れられない柱のところに立つのみんな。ラッシュスタイルの封印ありがとうございます。ありがとうございます。ああ、あ、社長、風俗王エリアのうちの占有率が 30% に達したみたいですよ。やったぜ。そうか、風俗王ってのは確かあのオカマみたいなやつだよな。はい。やっぱオカマだったんだね。ピンク通り金平をねじろにしている億万長者ですね。テレクラをはじめとした風俗施設経営で成功したビリオネアのようです。はあ。男の体に女の心、男の気持ちも女の気持ちも分かるからこそ、あそこまでの大金を手に入れることができたんでしょう。そうなんだ。男女の欲望本能を知り尽くしている。だからこそいろいろな人の欲望を刺激し、金を絞り出せることができるんでしょう。よう分かるね。髪の毛の分け目どうなってた今。欲望を知り尽くしたオカマが凄腕みたいだな。確かに凄腕です。ただ裏では結構悪いこともやってるみたいですけどね。客からのぼったくりは当然として、店で働かせるために女の子を金で売り買いしたり、あまりいい噂は聞きませんね。もうただのクソじゃん。風俗王に反抗した女の子が次の日からいなくなったなんて話もたまに聞きますし、気な臭いな。何か悪い組織とのつながりはあるのか。あの辺りは昔からヤンキーが多いんですが、彼らをバックに据えてるみたいですね。何で風俗街っていうのにヤンキー多いんだろうね。金をばらまいて女をあたがってやったら、ホイホイと命令に従うようになったとか。まあまあ、まあまあね。安いな。ヤンキー連中はそいつに財布とあそこを握られちまった時がうまくねえぞ。さすが男をよくわかってるとだけやから。5本。あ、すまねえな。別にいいじゃん。まあ強敵なことは間違いありません。どんなアプローチをしてくるかわかりませんが、用心してくださいね。ああ、欲望を知り尽くしたオカマ、風俗オカマ。欲望を知り尽くしたオカマ。面白すぎるだろ。厄介な相手になりそうだな。だね、厄介な相手になりそうだな、本当に。珍しい出方だな、マリちゃん、マリナちゃん。どうしたんだ、怒ったような顔して。怒ったような顔してんの、今の。怒った顔も可愛いとか、マジかよ、社長。不潔です。え、社長はそういう場所に行かない人だと思っていたのに。おい。ちょっと待って、何言ってるんだ、お前は。風俗店っていうのも不潔な場所じゃない。神聖な、とてつもない、器量を持った女の子たちが男を癒してくれる場所だ、バカ誰が。だってこんなものが。これは風俗の割引券。いつもご利用ありがとうございます。この度お客様には毎度のご愛顔の感謝の末に完全無料にてサービスさせていただきます。このハガキをお持ちになって店舗までお越しください。完全無料か、すごいな。すごいね。もう割引券じゃないじゃん。すごいじゃないですよ。そのお店にそんな感謝されるぐらい通い詰めてるんですか。
いやそんなことはない、少なくともこの店に行ったことないと。じゃあなんでこういうハガキが来るんですか、というか他の店に行ったことあるんですか。ショックです、嫌いだわこういうやつまあ、ちなみに僕は風俗一回も行ったことないんですけど、そう言われてもそもそもこれ本当に俺やったのか、山野井さんじゃないのか。山野井さんに罪を着せんなお前私を巻き込まないでくださいよ。いやきっと山野井さんに違いない、宛先と送り主は、宛先は俺やったら、ほらやっぱり、だが送り主が風俗王だ。えということは風俗王からの呼び出しですかね。おそらくな、風俗王エリアの物件を開拓してかなりの所有率を奪ったからな、占有率か。呼び出されてもおかしくはない。風俗王はヤンキー連中を完全に従えています。行くなら用心した方がいいですよ。ああそうだな、店は占領通りにあるらしい、行ってみるか。よっしゃドス持ってな、完全無料ですねめちゃめちゃキリュウちゃんのこと気に入ってない、マリナちゃん。そんなにキリュウちゃんのことが好きか。俺の胸なら空いてるぜ。これこれだな、こいつだな。んあれは私辛くて。わかるわよその気持ち、あんたも辛かったのね。でもお客さんに反抗したらいけないわ、今ここで辞めたら今までの努力と苦労が水の泡よ。でも大丈夫、悪いようにはしないわ、私に任せてちょうだい、私のことは信じられるわよね、はい、ちょっと外国っぽいね感じの鉛が入りましたね。耳にとんでもない重量つけてんな、伸びんぞ。私何でも信じられなかったけど姉さんだけは信じてますから。なら姉さんの言うことを素直に聞くのよ、やめるなんて言わないでもう少し頑張る、それでいいわね。うん、ありがとう姉さん、私のこと心配してくれて、私もう少し頑張るね。騙されてるよ、チェ、あの程度のプレイで弱音を吐くとはしょぼいやつね。ジャガーちゃん、はい、あいつ近いうちにあそこに売ってしまいましょう。あそこにですか、少し早すぎやしませんか、もう少し様子を見ても。ジャガーちゃんはちゃんといいやつなんだろうな、あの程度の弱音を吐くようじゃこれからあいつから吸い上げられる金もたかが知れてるわ。もう借金も完済してもあまりあるくらい十分働いてもらったしね、そろそろ気づくかもしれない潮時かもよ。かしこまりました。まったく女ってバカね、まあその女を大金かけて買ってる男もバカだけど、バカの共食いといったところかしらね。黙れバカが。ん、ね、姉さん、よーお前らが呼んだキリュウちゃんですよ。あらまあキリュウちゃんじゃないの、もう来たんなら早く声かけてよね、相変わらずいい男じゃない、相変わらずいい男、目つけられてたの。早速サービス受けに来たの、完全無料にホイホイ釣られたってわけね、もうキリュウちゃんも男の子ね。違う、あんたが俺に用があるから呼び出したんだろう。ああそういえばそうだったね、すっかりすっきり忘れてたわ、私と勝負しましょう。オラコートはガラケーを勝負したんでしょ、羨ましかったのよ、だから私とも勝負しましょう。ああこいつと勝負何するんだろう、テレクラで勝負しましょう。どういうこと、何、3分以内にあなたが女の子とデートの約束を取り付けられればあなたの勝ち、これでどう。もちろん勝ったら私のエリアの一部をあげる、その代わりあなたが負けたら一部を私がいただくわ。あんたは風俗の経営者だ、何か仕組めるんじゃないか、そんな卑怯なことしないわよ、それで勝負させて面白くないじゃない、信用ないのね。あそこのテレトレ坊やなら大丈夫、あの店は私経営に口出してないし、公平に勝負できると思うよ、それならいいでしょ。ああいいだろう、それじゃあレッツゴー。3分以内にデートをこぎつければいいの、キルちゃんが、簡単すぎない、さすがにキル、座んなそんな場所に、8歳の子供かお前は。3分以内に女と程度の約束をこぎつければ俺の勝ちだったな。女って言わない、女性だよ。そう、テレクラなんか行きそうもないあなたみたいな人にできるかしらね。なめんなお前、こっちとら何十人と何十人とクリアしとるわバカ誰が。はい、1分10秒ぐらいできますね。実は遊び慣れてるのね、すごく良かったわ、私の負けよ、すごく良かったわってなんだよ、なんであんたこれの電話の内容知ってるんだ、まさか。そうよ、電話の相手はあたし、完全に春吉子だったけどな声、何そんなもんかな、だから声が全然違ったぞ。風俗を名前でちょうだい、あの程度の声を使い分けるくらいわけないわ。しかしすごいテクニックだったわね、私興奮しちゃったわ、一生の不覚だ、まあ一生の不覚だわ。楽しませてもらったし、約束通りエリアの一部をくれてやるわ。やったぜ、嬉しいっす、しっす。試合に帰って勝負に負けた気分だぜ。いや、これはまさしくそう。しかし、これでまたあなたに差を縮められちゃったわね。そろそろ私も本気出さないとね。ねえ、ジャガーちゃん。はい。え？戦うのかよ。だる。何？おい。
完全無料サービスまだちゃんとしてあげてなかったでしょ。これは私からのプレゼント。次に会った時は容赦しないで覚悟しなさいね。こいつらから生き残れたのは話だけど、それじゃあお客様ごゆっくり。マジかよ、お客さん困りますよ。 あなたのお相手は我々なんですから、チェンジはなしですよ。やがましょ。じっくり骨抜きにしてあげますね。当店のサービスご堪能ください。じゃあ俺は骨砕きにしてやるよ。調子乗った感じで出るのお前。ほらお疲れ様さ。一緒にはかわいそう、水だまりに。なんて客だ。悪かったな。安心しろ、こんな店二度と来ねえよ。思ったより冷血で厄介そうな相手だな。戦う日も近そうだ。気を引き締めないとな。もう割とねえ、なんかいいキャラしてたな。結構冷徹な感じだったね。おあー、風俗のやつだねこれね。この出方は不潔だっていうやつだね。どうしたの、また怒ってるのか。をして不潔って言われるやつ。社長やっぱり不潔です。怒ったかもかわいいね。はまた風俗のハガキが来てますよ。しかも今回は2通です。2通、いやどうせ風俗家からなんだろう。毎度ご来店ありがとうございます。今月はクリスマスフェア、女王様がサンタ服でご奉仕してくれます。うちのお客様トナカイ役、この期間にぜひぜひお越しください。元気なトナカイさんたちのご来店をお待ちしております。気持ち悪い。風俗効果の呼び出しですかね。サンタ服一体どういうことでしょう。何かの暗示でしょうか。いやっていうかこれ山野井さん当てた。ええ、あこの前言ったところのまさか。えもうやめときな、山野井さんの性癖暴露するの。えあいやそのまあそれはいいじゃないですか。で残りつはどうなんです。ごまかした、力技で。風俗王からだ。文明は前回と同じだ。前のところに来いということか。もはや風俗エリアのほとんどはうちのものになっていますからね。あちらも必死なんでしょう。ほとんどというかもう 100% だけどね。おそらく力で潰しにかかってくるはず。きちんと準備してから向かわないと。そうだな。逆にこっちが八丁潰すチャンスでもある。白黒きっちりつけてくるぜ。お頑張るね、キリュウちゃん。頑張ってください、キリュウさん。ご分を祈っています。もう、山野井さんを見る目が変わるだろうな、マネジマちゃんの。くれぐれもお気をつけて、社長。ああ、山野井さんちょっと後でお話が。はい。別にいいじゃん、男がどんな風俗言ってようが。別に彼女でもないんだしさ。線量通りに行ってケチャをつけよう。何が気に入らないんだろうな。自分を見てってこと。めんどくせえ女。ああれか。従えてるんだけど。あれかな、右側を先に倒さないと永遠と蘇生されて、左側を破壊しないと永遠と回復させるみたいな、そんな感じのフォーメーションなんだけど。やだ、キリュウちゃん改めて見るけどかっこいいね。よく来たわね、キリュウちゃん。あよく来たわね、キリュウちゃん。勇気ある男って好きよ、素敵。そんな話をしに来たわけじゃない。早く要件を言え。せっかちね。キリュウちゃん、一度だけチャンスあげるわ。今すぐうちのエリアから手を引きなさい。そうすれば命は助けてあげる。もし手を引かなかったら。わかってるでしょ。邪魔者は消すわ。手を引かなければ、あなたを殺して奪い取る。面白い。なら俺からも言わせてもらおう。今すぐこのエリアから手を引け。そうすれば命は助けてやるよ。うわーイケメン。いいわ。じゃあ白黒つけましょうか。じゃあなんで正座してんの。危な。ごめんなさいね。そっちは一人なのにこっちは大勢で。でも私か弱い女の子だから。おお、一人モブが入ってたぞ。ハンデってことにしてよね。女じゃなくてオカマだろ。いいぜ、全員まとめてかかってこい。男らしい人、あんたが敵じゃなかったら惚れてるわ。さあ、風俗王様の至高のサービス、完全無料でご奉仕するわ。とくと受けなさい。急に力声になるやつな。ありがちなやつな。もういいよ、こういうの。おーれい、お疲れ様さ。お疲れ様です、風俗王さん。これで終わりですわ。浮いてるさやつをこんだけ綺麗に持ってピン札にできるって、もうこれ念能力者でしょ。やってること密かだもんだって。念能力者だよこれも。いや、あの制圧完了がなければかっこいいんだけどな。やっぱり私の目に狂いはなかったわ。あんたが敵じゃなかったら私あんたに惚れてる。俺もあんたが敵じゃなかったら友達くらいにはなれたかもしれないな。友達意地悪ね。
約束通りこのエリアから手を引いてもらうぜ。ええ、お釜に逃げ込まないわ。裏でやってたことが感づかれてきていたから、そろそろここも潮時かと思ってたしね。また違う場所で始めるわ。邪魔のいない場所でね。今度はもう少し金のことだけじゃなく人のことも大事にするんだな。肝に銘しておくわ。もうあんたみたいな男にエリアを奪われるのはゴリゴリだからね。お前はゴリゴリだろ。あんた本気でカムロ町を取り戻す気なのかい？ああ、そのつもりだ。そうかい。言っとくけど、私を倒したところでファイブビリオネはなくならないわよ。どうせまたいつか新たなビリオネアが代わりに加えられるんだ。億万長者なんて今の時代山ほどいるからね。いいなぁ。じゃあどうすればいいんだ。ファイブビリオネを実質的に操ってる大元を潰さないとダメね。大元？そいつはファイブビリオネの中にいるのか。さあどうだか。あんまり言うと消されちゃうからね。これ以上は勘弁してちょうだい。さあこんなところに長いは無用。そろそろ行こうかしらね。はい、これあげる。何？腰にデラックスってついてない？なんだこれは。私の電話番号よ。いつでも電話してね、ギリュウちゃん。いらん。もう恥ずかしがっちゃって。もう私たちは敵同士じゃないんだから仲良く行きましょう。もう敵同士じゃないから、風俗系のアドバイスとかもしてあげちゃうから。どこ見てんの？キリュウちゃんのキリュウに喋りかけんな、お前。それは助かるかもしれないな。おい、ガン見するな、キリュウちゃんのキリュウちゃんを。でしょ？もちろんただじゃないけどね。キリュウちゃんのキリュウちゃんをどうする気だ、お前。あとうちのジャガーちゃんなんだけど、またまだカムロ町で仕事がしたいみたいだから預かってくれない？役に立つと思うわよ。分かった、うちも人手は足りないからな。ありがとうございます。起きてたんだ。なんか電脳王だけガードマン勝手に入ってきたけど、ガードマンって言っちゃった。ガードマンね。えあ、アドバイザーなんだ。じゃあね、キリュウちゃん、あんたならこの金と欲にまみれたカムロ町を少しはまともにできるかもしれないわね。遠くでお手並み拝見してるわ。頑張ってね。マネージャーじゃねえんだ。走り方出せ。ファイブビリオネを操ってる人間、一体それは誰なの？まだまだ奥が深そうだな。まあこの前のやつだろうね。あ、風俗王もやられたみたいですね。そうか。あの桐生とかいう男、まさかこれほどとはな。どうします？私の方で早めに片付けましょうか。いいよ、好きにさせておけ。お前が勝てるかどうかもわからんからな。うわ、ひどい言い草ですね。久々に面白いやつが出てきたんだ。この状況をできる限り楽しむとしよう。お前らがどれくらいの実力者か見極めるいい機会でもあるからな。分かっているだろうな。誰なん？え、でも髪の毛はすごいモブだけどな。我々はあなたの手足、仰せのまま。キリュウ。キリュウカズマか。一瞬聞こえてきた声がそんな感じだったから真似てみたけど合ってる。あ、社長、賭博エリアのうちの所有、占有、なんていうんだ、山頂パネル出したみたいですよ。そうか、賭博王ってのは確か金髪のヤクザみたいなやつだったよな。金髪のヤクザ、まあ、はい、劇場前近辺をねじろにしてるビリオネアです。その驚異的な勝負強さで賭博に勝ち続けて億万長者まで成り上がったみたいです。やばくね。賭博だけでいくら勝負強くても度胸がなきゃそこまで上り詰められないだろう。ああ、そういう解釈？きっと相当タフで肝の据わったやつなんだろうな。そうかな。その通りです。賭博王は元ヤクザ、数々の修羅場をくぐり抜けてきた男です。あ、そうなんだ。賭博で多くの金を手にしてたため、危険なヤクザ家業から足を洗い、今は趣味が高じで自らの手で賭博施設を経営しているとか。いや、普通にいい人ではこの人は。最も最近は裏カジノ、賭博施設だけでなくパチンコやレジャー施設等の経営や買収にも乗り出してみたいですがね。裏カジノはダメだな。娯楽王とは比べ物になれないファイブビリオネでも1位2位を争う有力なビリオネアです。はあ。賭博王はまだヤクザ連中ともつながってるみたいで、彼の周りにはいつもボディーガードとしてヤクザ連中がうろうろしてるみたいです。別格じゃん。今までヤンキーとかチーマーだったんだけど。荒っぽい男ですから、キリュウちゃん、キリュウちゃん急に距離縮めてきた。お気をつけて。ちなみに彼に会うには彼が出資したとある新規賭博施設に入る権利がないと無理みたいです。あー、そうなのか。どういうことだ。一体どんな男なんだ。面白そう、この賭博王ってやつは。え、急にどうした。賭博王さん、最近新たなエリア奪われてるみたいじゃないですか。例の桐生とかいう若造に。大丈夫なんですか？あの程度どうってことねえよ。俺とやつじゃ資金力も違うし、くぐってきた修羅場の数が違う。もしやつが俺に迫ってきたところで恐れるには足らねえよ、あんな坊や。そうやって舐めてるから足元救われるんだぞ、お前。ですが、あっさりやられた娯楽王の例もある。油断するとあんたも食われるかもよ。
なんだお前、俺を舐めてるのか。あ、結構喧嘩早いんだね。いや別に。もし仮にあいつが経営者として優れていて、俺の島のほとんどを奪っていったとしてもだ、俺には奥の手があるからよ。暴力ですか。俺は元ヤクザだぜ。邪魔者ができたら消すまでだ。まあいきなり消しまってもつまらねえ。楽しませてもらって飽きたら消す。それだけぞ。文句は言わせねえぜ。ふ、古い体質の男ですね。芸能王さん。ええ、まあああいう単細胞が一人ぐらいいた方が組織としてはバランスが取れていいというものです。だが下手したらあいつもやられるかもしれませんね。キリュウとかいう男は甘く見ない方がいい。あなたも気を抜かないように。はい、もちろん。すごい面白いことになってきたんだけど。誰あの一人は。な、これは普通にこれでいいんだ。あ、社長。うわ、すごい、こっち見ながらペンだけ動いてる。なんだ、どうした。うちのトバコエリアの占有率が 60% に達したんです。達したね。はい。でもそのせいかまた呼び出しが。呼び出し？トバコ王からか。はい。はい、JCC に来いとのことですよ。JCC？ どこだよ。ジャパンキャットファイトクラブの略だったの。あー、キャットファイト場ね。はい、オッケーオッケー。なるほど、行ってくるわ、じゃあ。すぐにキャットファイト場に行こう。キャットファイト場って、え、もう書き終わったの、さっきの。マリナちゃん。早っ、仕事。ここね、ここね。懐かしい。久々に来たな。元気ホームレスじゃなくて、ブライアン。久しぶり。どうぞお入りください。もうね、他の YouTuber の名前、気軽に出すチャンネルやめた方がいいと思うんだよな。こんなんなってたんだ。キャットファイト場に来たが、賭博王はどこだ。おー、キルちゃんじゃねえか。めっちゃ入り口近くにいる。賭博王か。ご無沙汰してるぜ。なんだ、こんなところで鼻の下伸ばして。お前、意外とむっつりなんだな。お前が呼んだんだろ。鼻の下なんか伸ばしてね。キルちゃん、なんかエロいこと言われると取り乱すよな。それにここに呼び出したのはお前だろ。ああ、そうだったっけか。まあ細かいことはいいんだよ。どうだ、俺の作ったここいい場所だろ。え、賭博王が作ったのここ。ここの設立者は俺なんだよ。もっとも経営が大変だからもう手放してしまったんだけどな。そうなんだよ。女の子、あ、売るってここってことかな。風俗王の、なんとも言えねえな。くそよがっちゃって。意外と可愛いな、むっつりくんよ。無駄話なら帰るぞ。お前に付き合うほどこっちも暇じゃないんだ。まあまあ、そういうね。今日はな、お前と勝負しようと思って呼び出したんだ。勝負？おう。俺とお前で英霊の一部をかけて糸勝負行こうぜ。もちろん勝負はこいつの方かな。キャットファイトか。おう。勝負は簡単だ。次の勝負でどちらが勝つかをかける。賭けに勝った方がエリアをもらえる。どうだ、シンプルだろ。ハンデとしてお前が先に選んでいいぜ。俺は選ばなかった方の女にかける。おう、いいのか、そんなハンデは大体。おう。そのくらいじゃないと楽しくねえからな。勝ちそう。上等だ、受けて立ってやるぜ。賭博王のこの強さの秘密が見れ、垣間見れるかもしれないな。ああ、わかりました。やっていこうぜ。お、勝ったんじゃね？勝った勝った。イエー。勝った勝った、すげえ。え？これファーストが勝っただけ？もしかして。え？とりあえず？え？何？あ、ほら、勝った、勝ったわー、やったー、嬉しい。俺の勝ちのようだな。あ、まあそりゃそうだろうな。やる前からお前のかけた方が勝つだろうと分かっていて、ハンデやりすぎたな。まあ仕方ない、約束だからな。俺のエリアの一部をくれてやる。挨拶代わりだと思って受け取ってくれよ。やったぜー、嬉しい。あんた意外と冷静なんだ。もっと騒いでもいいもの。賭博なんて勝つ時もあれば負ける時もある。いちいち一回一回騒いでられねえよ。俺このおっさんちょっと嫌いになれねえな。賭博ってのはな、トータルで勝てればいいんだ。だから今日負けたところでどうってことね。決勝って、え、け、あ、自勝って、次の分を取り返、あ、次勝って、今日の分を取り返せば済む話だ。もうね、全然読めなかったですね。それは経営にも言えることだ。最後に笑ってればいい、それだけの話を。意外としっかりした哲学を持ってやがるんだな。俺を他のビリオネア連中と一緒にしないでほしいね。俺のエリアの物件を見たか。どれも巨額の金を生みそうな巨大物件ばかりだったろう。他の連中とは格が違うんだよ。最後に勝っていればいい。それが俺の賭博哲学だ。その代わり、最後に勝つためだったら俺はどんな悪魔にでも魂を売るつもりだぜ。前にも絶対負けねえ。万一負けそうになったらどんな手を使ってでもお前を潰す。それが俺のポリシーだからな。これ下からあの女の子たちのパンツ見放題じゃん。マジかよ。おいおい、そこの、あ、でもブスだからいいや。今までもそうやってのし上がってきた。イカ様も山ほどしてきた。汚え手も使った。だがそのおかげで俺は勝ち続けることができた。巨万の富を築くことができた。俺は自分を間違ってると思っちゃいねえ。
かっこいいな。なんかクゼの兄貴もそうだったけど、こういうね、一途な人いいよね。勝ったものが正しい、勝った俺は正しいんだ。違うか。違うな。何？最後に勝つことが大切なのはその通りだ。だが汚い手に出ないと勝てないなら、そいつには勝つ資格なんかね。俺はあんたに汚い手を使わずに勝ってみせる。卑怯な手を使って勝ったところで後味が悪いだけだからな。一丁前の口叩くじゃねえか。なかなか気に入ったぜ。パパになってくれないかな。面白い。いつまでそんな綺麗事を言ってられるか見届けてやるよ。じゃあな、覚悟しておけよ。賭博を気を抜いたらやられるな。注意深くやっていければいいんじゃない。いや好きだな、おっちゃん。出て行ってください。何？よう久しぶりだな。誰？誰？お前はキャットファイト場を案内してくれたホームレスか。よく覚えてんな。今ホームレスって俺言えてた。覚えててくれたのか、嬉しいね。いやまあね、本当にすごいと思うよ。社長、交友関係が広いと思っていましたが、まさかホームレスのお友達が。なんかさ、マリナちゃんすごい偏見多くない？な、風俗行ってる男はなんかさ、不潔とかさ、ホームレスの友達みたいな、なんかそういうの多くない？まあ友達というわけではないが知り合いだな。で、何の用だ、こんな場所に。おう、賭博王から伝言を預かったな。賭博王か。ああ、あんたあの辺りの島をだいぶ賭博王から奪ったそうじゃないか。あいつもカンカンだったぜ。まあ 98% 占有してます。縄張りで回ってる。そうだ、決着をつけようってさ。え、まあ、あいつのことだ。経営ではあんたに勝てないと思ったから実力行使に出るってことなんだろう。キャットファイト行けばいいってこと？どんな手を使ってでも最後に勝つ。それがあいつのポリシーだからな。あんたを消して全て取り戻そうって魂胆だろう。今までもファイブビリオネオの連中はみんなそういう手法で成り上がってきたからな。もうちゃんとした経営陣誰もいなくてくさ。あんた言ったら殺されるぜ。悪いことはね、このお姉ちゃんと一緒に駆け落ちでもして逃げるんだ。駆け落ち？駆け落ち？社長と私が？何を言ってるんですか？嬉しそうじゃなお前。そんな社長に悪いですよって言っても、社長がどうしてもって言うなら私は。いいんじゃないか、ギルちゃん。俺は駆け落ちなどしない。相手がどんな汚い手を使ってこいと俺は逃げない。むしろその汚い手ごとひねり潰してやるさ。おい、マリナちゃんが遠回しに振られたみたい。マリナちゃん髪型ダッセ。どうした、その後ろにちょびっと出てるやつは。それが俺のポリシーだからな。おら、マリナちゃんちょっとテンション下がっちゃってんじゃん。へそうかい。なんかあんたを応援したくなっちまうな。不思議な男だぜ。さあ、要件を伝えたから帰るとするか。兄ちゃん死ぬんじゃねえぞ。頑張りな。ちょ、マリナちゃんのアフターケアちゃんとしっかりしなよ。ああ、心配してくれてありがとうな。なーに、俺お客さんが一人でも減るのが嫌なだけさ。まだのご来店待ってるぜ。じゃあな。ホームレス、名前つけてあげて。賭博王の縄張りはマッハボールのあたりだったな。準備をしてから向かおう。マッハボールのあたりだっけ？ん？ん？どうかしたか？ん？知らない。どうしたんだ？キリオさん、経営は上手ですが、女の子の扱いは下手なんですね。いやもうこれはね、マリナちゃんが悪いよ。思いがあるならちゃんと伝えなきゃ。ん？あ、これ？これ注意してみなきゃわかんないよ。5分ぐらい探してたよ、俺君のこと。キャットファイト場だと思ってたのに。そっち行ってもいねえし。こんばんは。待ってたぜ、キリュウ。決着をつけるのか？おう、そういうことだ。よくわかってるじゃねえか。なんか改めて見ても、この人好きだな。見た目もね、すごい合ってて好きですね。この年でまで、この、もうブリーチしかかけてないような髪の毛がすごい好きですね。正直あんたを舐めていた。ここまで経営スキルがあるとはな。俺のエリアもあんたに奪われて風前の灯しみだ。僕色素薄いのか知らないですけど、1回ブリーチしただけでものすごく色落ちるんですよね。だから本当はブリーチ2回しないと入れれないような色をブリーチ1回で、あ、これもう大丈夫だねって入れてもらったことあります。このままじゃ俺の負けだ。だが俺は最後に何としても勝つという哲学を持っている。だからここでお前をぶっ殺して全てを取り戻すことにした。あんたも他のビリオネアと結局変わらなかったな。最後は結局力づくかを結局2回使ったとこです。なんとでも言え、いくら陰口を叩かれようが俺は負けるわけにはいかねえんだ。いやでも俺この人好きだけどな、この感じ。よし、最後に賭けをしよう。お前がこの喧嘩で生き残ったら俺のエリアと全財産お前にくれてやる。全財産、本当だなお前。その代わりお前が死んだらお前のもの全ていただく。どうだ、いい賭けだろ。全てか。全てか。そんなにハンデをもらってもいいのか。あ、その条件だとこっちが有利だと思うぜ。俺はあんたより強いから。かっこよ。
小僧、憎まれ口を。いいぜ、その勝負乗った、来い。すごいな、5人と戦うね。こっちの目にもなってほしいですよね。これ完全に俺ですからね、やるの、うん、舐めてる。ほらざまねえな。うお、血まみれじゃねえかお前。血まみれで、そんな血まみれで札持つなよ。もう極道どころじゃないぞ、もう。何に見えたこれ、もう殺し屋じゃん。素手でしか人を殺さねえっていうポリシーを持った殺し屋じゃん。やばいな、そんなポリシー持った殺し屋の方が強いんだぞお前。俺の勝ちのようだな。そうみたいだな。こんなにお前が強いとはな。久々にかけてでかく外しまったよ。俺の負けだ。俺のエリアと全財産お前にくれているよ。全財産っていくらなんだろう。ほう、イザキンだな。前にも言っただろう、賭博ってのは最後に勝ってればそれでいいんだ。最後に勝ってるか。俺は今日全財産を失った。だがそれで終わりじゃねえ。一問なしから出直してまた這い上がる。ほらこの人かっこいいわ。そしていつか今よりもでかい男になってあんたを倒す、そう決めたよ。だから今日決着をつける。というのは撤回だ。今日は負けた。だがいつの日かまた勝負させてくれ、うん、やべえマジで好きこの人。いいだろう。だが今度這い上がるときは汚い手は使うなよ。それなら勝負を受けてやる。ち、分かったよ。仕方ねえ。ま、真っ当に商売しても頑張りゃ稼げるってことがあんた見ててよく分かったからな。俺も真っ当になってみるか。変われると思うか俺が。いや変われるでしょ、うん、変わらなければ俺には勝てないじゃん。なら変わらねえとな。へい、糸葉子ちゃん負けたみたいだね。情けない。てかこの人がラスボスなんだな。賭博王だと思ってたわ。冷やかしでも来たのか。だってもう顔がやばいもん。もうガンギマにしてるもん。1日に3本ぐらい注射打ってそう。いやちょっとしたご報告をね。君がこいつと戦う前に君の物件と資金5ビリオネアで根こそぎ奪わせてもらったよ。え、おそらく君が負けることを見抜いていたんじゃないかな。君が負けて気前よく自分の全財産とエリアをこいつに渡しちゃったら、こいつが強くなって僕らに迷惑がかかるからね。てめえ。ということで桐生さんでしたっけ。残念だったね。こいつはもう無抜けの殻。全財産もらっても大した額にはならないよ。賭博王はあんたらの仲間だろう。娯楽王の時といい簡単に仲間を切り捨てるんだな、あんたらは。まあ、だから仲間じゃないって言ってたしな。ああそうさ、そうでもしないとビリオネアなんかなれないんだよ、この腐った世の中じゃね。ちょまじ、顔怖っ。じゃあのクマすごいですよ、手術したらクマ取るやつ。それじゃあアジオス、元ビリオネアの賭博王さん、そしてミスターキリュー。全財産もらいたかったな。賭博王さん右足何ついてんの。畜生、あいつら絶対許さねえ。なあキリュウさんよ、俺はあんたのところで手伝わせてくれねえが、あいつらに一泡吹かせてんだ。それにあんたの下手なら自分を変えられる気がするからな。すごいな、もうすぐさこう人にこう頭下げてさ、入っていいよみたいなしてくれるのすごいよね。あガードマン入んないんだ。ファイブビリオネは血も涙もねえ組織だな。親玉あの芸能なのか。いやでもねキルちゃん、それは違うよ。うん、なんかもう一人いた。そうこれこれこいつ。あのタイミングで賭博王に見切りをつけるとはさすがですね。そうでしょう。まあ経営判断ってやつです。君もこれくらい非常になれないとダメだよ。血と涙をなくした分だけ人は儲けられるんだから。名言じゃないこれ。これ名言じゃない。しかし5ビリオネアもずいぶん寂しくなったもんだね。うん、2ビリオネアだもんね今ね。必ずミスターキリュウは私が仕留めます。あ、一人か。もうまあ期待していようか。失敗したら容赦なく切るかもしれないけどね。それはご愛嬌で頼むよ。行ってまいります。使えない奴らだ。そろそろ次の作の準備に入るかな。誰なんじゃろこの人。お、来たか。入ってくれ。どうしよう。え、誰。え、山野井さん。やっぱり待っていたよ山野井。いや服装で分かった今。おい、どこからだ、どこからだ、どこから仕組まれていたんだこれは。ん、あれ山野井さんいるじゃん。あ、社長、ついに5ビリオネアのうち4人を倒しましたね。あとは芸能を1人だけだな。私の方で芸能のエリアでも物件が買えるように準備しておきました。相手は強敵ですが、頑張りましょう。マリナちゃん、有能すぎない？うわー、ここで山野井さんが喋らないのめっちゃ来るな。山野井さん喋んねえんだ。おお、久々に貴公子が来たな。やりましたよ。芸能エリアのうちの占有率が 30% に達したみたいです。やったぜ。放送か、芸能。あのうさんくさい外国かぶれっぽいやつか。外国かぶれっぽいやつ。
いよいよファイブビリオネアもあと一人だからな。あいつからエリアを奪えばカムロ町を取り戻せる。ええ、さっさと奪って倒しちゃってくださいね。そういえばチャンピオン街とかやっぱアジア街とかはあれだったんだな。無理だったんだな。ですが芸能はああ見えてファイブビリオネアで最大の力と金を持つ男。一筋縄ではいかないでしょうな。よく喋れるなこの人。ほうそうなのか。芸能はかつて有名ダンサーでした。いやダンサーってきたな今。そして途中から自分は一線を知る時、マネジメントの芸能プロダクションを設立。そこで成功した金を使ってディスコを経営し、一気になり上がった億万長者です。そんな経歴や自身がダンサーだったこともあり、巷ではディスコングとも呼ばれています。ダッセ、うん、あディスコキングかどっちの人ダッセ。でもそれだけ聞いていると悪い人じゃないというか、いい経営者という気がしていますね。確かにな。だからファイブビリオネアの一人だ。どうせ何か裏でやっているんだろう。華やかなのは表の顔だけ、裏の顔は全くの別人らしいです。富豪たちへのタレント志望の美女の関数え何これをはじめ悪い噂は絶えませんね。タレント志望の美女の斡旋、斡旋って読むのかなこれ。そんなことだろうと思ったぜ。ひどいですね芸能ってもう手のひらくるくるやな。ひどいな。そんな風に陰口叩かないでくれたまえ。怖っ。何 お前は芸能。のんのん、その呼び方は好きじゃないんだ。何僕のことはディスコキングって呼んでくれたまえ。あ、それ気に入ってるんだ。腕長、腕長くね。一体何のようだ芸能。ディスコング、あれだな、言い得て妙だったかもしれない。ミスターキルは人の話を聞かない人だね。まあいいや。僕がここに来た理由はね、特にないよ。腕長くない？ゴリラ並みじゃんや、マジで。突っ込んでもくれないとはクールのメンツだね。オーライ気に入ったよ。今日は君らがどんなやつらなのかちょっと見てみたくなってね。寄ってみただけってこと、寄ってみたってだけさ。なんか結構ラフだね。でもみんな安心してよ。案外チョロそうだなってね。娯楽王、電脳王、風俗王、そして賭博王、あれだけのメンバーを倒したやつらだからさぞや賢いのだろうと思ったけど、そう案外みんなバカそうでチョロそうだ。全くあいつらもなんでこんなのに負けたのか。喧嘩売ってんのか。ノンノン、僕は賭博王とかと違って喧嘩は嫌いさ。もっとクールに楽しくやっていこうよ。そうだ、お口数きの印に今度僕が開くダンスパーティーに来るといいよ。一緒にダンスを楽しんで交流しようね。え、いややっぱそうか、お前とダンスする気にはなれない。これダンス勝負だな。ご機嫌を損ねちゃったかな。 I'm sorry。 普通に誘っても来てくれなそうだね。まあいい、何か手段を考えるとしよう。ちなみに僕は他のアホビリオネアたちと違うから、そう簡単にカムロ城を取り戻せるとは思わないでほしいな。どういう睨み合い。じゃあ今度連絡するね。グッバイミスターキリュウ。ごめん、すみません。ごめん、すみません。わからねえ。だがこの部屋に来る時も完全に気配を受けしていた。チラチラしたやつに見えるがただものじゃねえ。いずれにしてもあいつを倒せばファイブビリオネアも崩壊です。頑張りましょう。マリナちゃんが今言った。芸能は何を考えているんだ。まあ、ダンス勝負だったら勝って負けないって思ってんだろうな。え、山内さん倒れてるやん。完全にこれ演技だもんな。すいません、キリュウさん、一度ならず二度までも。どういうこと？何があったんだ？もしかして芸能の仕業か？そういえば、マリナの様子、姿も見えないが。早く、マリナさんを助けないと。ディスコに急いでください、キリュウさん。はい、もしかしたらマリナさんが危険な目に遭ってるかもしれない。芸能も卑怯、芸能め、卑怯な真似を。急いでディスコに向かおう。山野井さんによると、このディスコで芸能が待ち構えているんだったな。マリナは無事だろうか。どうだろうな。よし、行くぞ。待ってろ、マリナ。恋人助けに行くテンションなんだよな。わ、すげえ。何これ。おお、やっぱり来てくれたね、ミスターキリュウ。ギリがたいね。さすが日本男児だね。うちのマリナを返してもらおうか。マリナ、ああ、マリちゃん、マリナちゃんね。あそこで楽しそうに踊ってるよ。いや、社長、助けて。何これ？すごい特殊なプレイ？何なんだこの状況は。無理やり踊らされてるんです。踊らないと殺すとか言われてもう意味わかんないですよ。あ、そうなんだ。そんな楽しい誘拐やるんだね。泣きながら踊る、なかなかねレアな光景だね。エクセレントビューティフル。まあ確かにそれはちょっと興奮するかもしれない。てめえ、うちのマリナに何しやがる。うちのマリナ、ダンスパーティーだから踊ってもらってるだけさ。パーティーで踊らないなんてディスコの神への反逆行為だよ。それにミスターキリュウはこうでもしないと僕のパーティーに来てくれないと思ってね。言ったから手段を考えろって。さっさとやめさせろ。なら代わりに君が踊ってくれるかい。何何、
もちろんただ踊るだけじゃつまらない。僕とエレをかけてダンスで勝負といこうじゃないか。俺やったことないんだよな、ダンス勝負。一回やったけどさ、あれはちょっとちゃうやん。負けた方はエリアの一部を勝者に渡す。もう慣れただろ、このビリオネアルールにも。断ったら彼女はずっと踊り続けることになるかもね。それはそれで面白いけどな。ああ助けて。分かった、このその勝負受けて立ってやる。いいね、ディスコキングと。もう呼びにくいなこれ。ディスコングディスか。僕に勝てると思ってるのかい。さあな、俺は俺なりに踊るだけだ。ミスターキルクールだね。惚れそうだよ。もうなんか惚れられること多いね。さあ始めようか。腕長いんだよね。クールに決めてやるぜ。うお、何回見てもこれおもろいな。決めんな、腹立つ。全然負けました。全然負けました。めちゃめちゃ難しかったです。なんとかやろうと思ったんですけど無理でしたね。10% 持ってかれちゃいましたね。どういうこと、どういうことなの。顔に似合わずなかなか踊れるじゃないか。ミスターキル意外だって褒めてあげたいくらいさ。でも約束だからね、エリアの一部いただくよ。クソ、これだるいな。エリアの一部いただかれるの 10% ダウンね。まあ、しょうがないね、だるいな。まあこれに来れたら二度と僕のエリアには手を出さないことだ。賢明な判断を期待してるよ。そうしないと君と今度はもっと違う形で戦わなければならないことになる。前にも言ったけど僕は喧嘩が嫌いなんだ。そうならないように祈っているよ。ふん、これで引き下がるくらいなら初めから手なんか出さねえさ。あんたに負けるのは今のダンスで最後だ。次はあんたのその薄気味悪い化けの皮剥がしてやるよ。かっこええ。さあ帰るぞマリナ。は、はい。マリナちゃん、これでダンスでも勝ってたら惚れてたんだろうな、キリュウちゃんに。すごかったですね。さすがディスコング。うるさい。すみません。キリュウ、カズマ、必ずほふってやる。なんでそんなキレトン。短気はお肌に悪いよ。だからか。わ、すごいな、店長。すごい棒読みで、ありがとうございます。当然のことをしたまるだ。それに前に約束しただろう、必ず守るってな。社長、私社長のこと、あんだけダンスしたのに全然髪型乱れてないね。じゃあ、俺は他にもいろいろ用があるから、これで一人で気をつけて帰るんだぞ。これさ、マリナちゃん本気で多分口説けば、マジで落ちるんだろうな。社長、いやもう長かったここまで、多分 2,3 時間ぐらいやったんじゃないかな。どうした、ビリオネアからの呼び出しか。はい、芸能からです。縄張りに来いとのことでした。芸能、彼が最後のビリオネアです。彼を倒せばカムロ町が取り戻せる。いやそうとは限らないんだよマリナちゃん。今目の前にいる山の井さんがね、ちょっと1枚買ってそうなんだよね。芸能王の縄張りは私服パークだったな。きっと激しい戦いになる。きちんと準備してから向かおう。あ、了解です。七福パーク、七福パークってどこだ。最後にこれさ、山野井さんが何も言わないのがね、なんか意味深だよね。あ、いたいた、ど真ん中にいたな。来たねミスターキリュウ。ああ、細そうな俺にエリアをほとんど奪われた芸能王さんじゃないか。なんだその使い慣れてない煽りを。その呼び名はやめてくれと言ったろう。そしてこれ以上邪魔をするなとも言ったはずだ。言ったことを全部守らない。ミスターキリはボケてでもいるのかい。それとも僕を舐めているのか。舐めているんですよね。さあな、どちらかというとお前を舐めているのかもしれないな。そうかい。あら、出ましたよこれ。ならもういい、喧嘩は好きじゃないか、決着をつけようじゃないか。どの口がほざいとんねん。ああ、こっちもそのつもりだ。お前を倒して5ビリオネを終わらせる。そしてカムロ町を取り戻す。まあせいぜいやってみるがいい。できたらの話だけどね。僕がなんで喧嘩が嫌いか知ってるかい。つまらないからだよ。相手が弱すぎて勝負にならないからね。ノーアルタカは爪を隠す。爪に逆らって死ぬがいい。ミスター、いや、キリュウカズマ。はい、芸能さん死んでくれ。いやもう体力やば、マジでさ、体力回復させる薬持ってくの忘れたんだよな。これで終わりです。お疲れ。出るぞキリュウちゃんのお箱。空中の札束を取って扇にして制圧完了。いやなんで手で遮ってんだろうな、何もしないって。まあ制圧完了って余裕ぶっこくほどの体力ではないけどね。死にかけてっから。
体力。うん。まあまあ、そうなるよね。それはそう。負けたよ。これでようやく終わったな。いや、終わってないんだよ、キルちゃん。いや、終わってはいないよ。え？俺たちファイブビリオネはいわばコマ。本当の黒幕は他にいるんだ。よくぞここまでたどり着きましたね、キリュウさん。お前は？あの人がファイブビリオネアを裏で牛耳ってる人物。スーパービリオネア、金融王だ。かぶさ。びっくりしちゃった。金融王。いやー、キリュウさん、はじめまして。いや、なんか全然冴えないおっさん出てきたわ。と言ってもずっとその勇姿を拝見していましたから、初めて会う気がしないなぁ。お前の目的は何だ？何を今さら。目的はただ一つ、金ですよ。すべては金のためです。カムロ町は世界でも有数の金を動かせる町。それなのに古臭い考えの連中のせいで、町の住民の暮らしなんていうどうしようもないもののために町の物件たちが守られていた。このマネーゲーム全盛りのご時世にですよ。あ、もう全然読めないですね。ちょっと疲れてるね。今日も土日フルでやってできてないからね。あ、もうめちゃくちゃ時間かかってますから、これ。バカバカしい。転がすだけで金になるんだ。転がさないともったいないでしょ。だから私が転がしてやったんです。ちょっと強引にやったせいで住民連中の暮らしは脅かされたかもしれません。まあ仕方ないでしょう。世の中は弱肉強食、金のあるものがないものを食う、貧乏に食われて当然です。自分勝手な考え方だな。さすが山の井のところにいる男。かつての彼と同じことを言うんですね。お前、山の井と知り合いなのか？知り合いも何も、彼と私はかつて一緒に事務所を構えていた同志です。もっとも、途中から考え方の違いで長違いし別れてしまいましたから、ね。いやはやお恥ずかしい話ですが、私も若気の至りでかつては山の井のような考え方をしていた時期があったんです。暮らす人々の幸せのため、町のため、そんな気持ちで一生懸命働いていました。ですが、そんな風に地味に裏で支えたところで、彼らはそれを当たり前だと思って感謝もしない。そこでどころか奴らが寄せてくるのは苦情ばかり。もうこれはね、手紙鉢っていう漫画見たらすごいわかる。当然だから金にもなりません。私はそんな日々に嫌気がさしましてね、なんかもうさ、危険を犯して命からがらね、届けてくれる手紙をさ、こんな小さい子供が届けてくれるなんてこれから心配だね。これ手紙がちゃんと届くのかねとか言いながらね。俺も言いやしない。腹立つわれ。こんなくだらないことはやめて、今金が儲かると噂のマネーゲームに手を出そうと山の井に主張したんです。うん。幸い我々には現場で培った知識も経験もある。ただ単に欲に目がくらんで集まっているアホな連中くらい簡単に出すこともできると思う。だが山の井はそれを拒んだ。私はそんな古臭い山の井と、何これ、何を分かち、マネーゲームの世界に足を踏み入れた。それから私はマネーゲームに勝ち残り、圧倒的なまでの金を稼ぐことに成功しました。稼いだ金を元に金を貸したり、投資や融資を行うようになりました。いつしか私は金融王と呼ばれるまでになっていた。そして道たいた時にふと思い出したんです。そういえば自分が過去にいたところで金儲けに最適な場所があると。それがカムラ町だったってことか。え、そこまでやってまだお金を儲けたいって思うのはさすがにすごいよな。山の井のおかげもあり、この町はマネーゲームの被害を受けていない。いわば手付かずの状態で残っていた。まあ、この町は東洋一の大歓楽街。ちょっとやそっとの金じゃこの町を動かすことは不可能です。ヤクザ連中もいるしね。実際私も金はあるが、一人でこの町を効率よく牛耳れると思えなかった。そこで集めたのがファイブビリオネです。え、なんかすごい才能だよな。それなりに金もあり、この町に根付く大きな産業、娯楽、伝道、風俗、賭博、芸能、この5つ、もうね、滑舌がやばいですね。この5つに長けた連中を集め、それぞれに管理させる。そうすることで様々な要素が混ざり合い、混沌としているこの特殊な町をシンプルに統治することができる。そう考えたわけです。まあ今その全て起きるじゃない、牛耳っていうけどね。ちょっと金をちらつかせたら5人ともホイホイ私の坂に乗ってきましたよ。汚い仕事も率先して引き受けてくれた。そのおかげで私は非常に効率的にカムロ町を主に収めることができていました。あなたが出てくるまではね。私にとって誤算は2つあります。1つは完全に一気承知していた山の井がやり気を取り戻してきたこと。そしてもう1つは君のような優秀な男が彼についたことだ。おかげで私のファイブビリオネア体制が想像に、あ、早々にかな、崩壊することになってしまいました。なのでこの策は放棄し、私は新たな策に打って出ることにします。おい、あなたはファイブビリオネアを倒し、多くの物件を一つにまとめた。ということはつまり、あなたから全てを奪えば、私は簡単に全てを手に入れられるということです。なんで金に目がくらんだやつって暴力に走るんだろうな。ほう、俺を殺して全てを奪う。それがあんたの策か。ならその策は失敗だぜ。俺はこんな奴らじゃ倒せん。
どうでしょう。まあ、あなたが死ななかったとしても、私にはさらに奥の手がある。いずれにしても、あなたの物件をすべて私のものになると思いますよ。それでは私はこれで。なんてことだ。金融王さん。君はもう切り捨てたんだ。キリと一緒に消えてくれ。そんな。正直、次第に実力をつけてきたキメラをどこかで葬らなければならないとずっと思っていたんだ。そのきっかけを作ってくれたキリュウ君には、実は私、少し感謝しているくらいなんだ。じゃあ初めから俺たちは捨て駒のつもりで。当たり前だろう。今までありがとう。そしてさようなら芸能王。もう名前ですら呼んであげないもんね。てか名前知らないもんね、こいつらの。ああ、最低な上司に使えちまったみてえだな、お前。そうだね。お前、手伝うよ、ミスターキリュウ。このまま殺されたんじゃクールじゃないからね。いいじゃないか。こいつら叩き潰せ。なんて言った？Let's party。それやめな。多分それがあるからダメなんだと思うよ。大丈夫かな、キリュウちゃん。とんでもなく体力少ないけど今ね、このままだよねやっぱり。あー楽だなー、清流島で人をね腹からぶっ刺すだけ。簡単なお仕事です。いやそんなだったよ、うん、2人とも一発だったよ。これで全部か、2人を。なーにこれくらい。ミスター気流には迷惑かけたからね、本当にすまなかった。こうも簡単に裏切られちまうとはね、忠実にしてきたつもりなんだけど、まあそういうもんだよ。だが切り捨てられたからには俺はもうファイブビリオニアじゃない。償いの意味を込めてミスターキリュウに協力するよ。なんでみんなさ、ついさっきまで殺そうとしてたやつの下につこうと思うんだろうな。すごいよね。アドバイザー8人だから。ありがとうございます。そういえば金融王は奥の手があるとか言っていたね。あ、もしかしたら大変です。何？あ、山の井さんを。え？いや、壊しやすさればいいけど。これ山の井さんがどうのこうのじゃなくて？なんかそんな気がするな。事務所戻ってきた。何があったんだい？え？山の井さんがどうのこうのじゃないのか？やはりか。山の井どうしたんだ？それがいなくなっちゃったんです。何？それも山の井さんが。保管していた物件の契約書とか書類、重要書類も全部なくなってるんです。誰かに盗まれたのか？それはありえません。あれはきちんと金庫で管理されていましたから、山野井さん以外手出しできないはず。あそこ金庫だったんだ。なんだろうと思ってたわ。ネルフへの入り口かなとか思ってたわ。考えられるとしたら山野井さんが持ち出したんでしょうか。一体どうして金曜の元に向かったみたいだぜ。おお、娯楽王に電脳。金曜の元に。ああ、俺の子分たちが見たって言うんだ。金融王のいる通称ビリオネアルームに向かって行ったって言ったな。ビリオネアルーム出せんだよな、いちいち。大事そうにたくさん書類を抱えてな。山野井さんどうして。金融王のことです。おそらく山野井さんを金で買収したんじゃないでしょうか。金で今さら。今ファイブビリオネアが壊滅し、カムロ町の物件の利権が集まっているのは言わずもがなこの山野井事務所です。ここを買収してしまえばカムロ町を簡単に手に入れられる。てかカムル町一帯を支配しているのにもかかわらず、この小さい事務所ってのがね、逆にいいよな。だが山野井さんが買収されるなんてありえないだろ。あいつはそんな玉じゃない。わかりません。ですが金融王の資金力は尋常じゃない。額によってはどんな真面目な人でも気持ちが揺らぐかもしれない。あー、おい賭博王、やべえぞキリュウ。何？お前のところの物件が金融の手下たちに次々に襲われてるみてえだ。何で金融を敵に回すとこういうことになります。利権書も奪われ、さらにトラブルまで起こされたら我々には対抗手段がない。じゃあどうすれば。キリュウさん、金曜の元へ向かってください。それしか方法はない。山野井さんが利権書を金曜に渡す前に何とか止めてください。おお、それしかねえよ。あいつの手下連中を俺たちが何とか抑えておく。これ以上被害は起こさせねえ。だからお前は行け。なんかすごい熱い仲間になってるよみんな。え、オカマ王は？オカマ王じゃねえ、風俗王は？俺たちはあんたに世話になったと思ってるんだ。少しくらい恩返しさせてくれ。それにあいつの片棒稼いじまったのは事実だ。今俺たちにとって自分の資料を拭えるいいチャンスなんだよ。なるほどな。ビリオネアルームにいるはずだ。風俗王が車を準備してくれている。展開市場の入り口で待っているはずだ。わかった。みんな俺が帰ってくるまで事務所のとこの街のことは任せたぜ。てか風俗王自らなんだ。ジャガーとかに任せればいいのに。うわ、あんな目立つところに気色悪い。え、車ってタクシーのこと？まさか。来たわね、キリュウちゃん。車は用意してあれば、これで全てに決着つく。準備は OK？ 大丈夫だ。体力回復の薬を持ってきていないが、一人で平気？私も行こうか。じゃあ、照れないで気持ち悪いから。お前は賭博王たちと一緒に物件を金曜の手下たちから守ってくれ。俺も山の井もいない隙を狙って何かしてくるかもしれないからだ。
わかったわ。金運王は血も涙もない男よ。金もあるけどね、ま、お前たちもそれまではそうだったよ。くれぐれも気をつけて、戻ってきたら熱いキスをあげるわ。いらねえわ。気持ちだけ受け取っておくぜ。ちょ、男前な返事。男前すぎる返事。あ、マジで、あ、こういうところなんだね。てかここビリオネアルームだったんだ。山野井さん、やはり来ましたね、桐生一馬。すっくね。え、権利書すくね。あなたが必死に戦って集めた物件たちの権利書です。これがなければあなたの頑張りも全て水の泡。我が友山野井に持ってきてもらったんです。それ相応の金を積んだらあっさりオッケーしてくれましたよ。なんで今さら金？金なら俺のがもっとあげるって。これ最後に視聴者さんにねサプライズしようかと思って、まあ途中途中で多分出てたから知ってると思うんですけど、今俺4兆円ぐらい持ってるから。山野井さん、うん、1兆円ぐらいあげるよ。山野井さん、あの贈与税だっけ、贈与税かなんかで、ね、30% だか 50% だか持ってかれるから多分5000億円ぐらいになるけど。カムロ城を取り戻す、物件は困っちゃない。そんな熱いことを言ってあなたを本気にさせた男ですら金の力でどうとでもできてしまう。やっぱり金なんですよ、桐生さん。金より信頼できるものも金より役に立つものもない。いい加減分かったでしょ、山野井。それをそいつに渡しちゃダメだ。あんた俺に言ってただろう、カムロ町をマネーゲームの舞台にさせないって。あの言葉は嘘だったのか。なんとか言え山野井。何を言っても無駄ですよ。こっちはカムロ町を手に入れるので忙しいんです。邪魔しないでもらえますかね。おい、また戦うの、こんなしょうもね二人と。桐生君、君みたいな分からずやは体に叩き込まれないと分からんみたいだな。そいつらは私が金で集めた精鋭だ。どうだい、金を出すだけで圧倒的な力が簡単に手に入れられるんだよ。何を言ってるんだ。いいか、筋トレと格闘技を習うだけで圧倒的な力は身につくんだぞ。残念だったな。さあ金の力にひれ伏して死ぬがいい、桐生一馬。マジで戦うの、戦うっぽい。だるー。疲れ。手の甲をぐっさーしたけど。大丈夫かな、そんなにダメージ受けてなかったよあんまり。キリュウさん、フォームなかなかやるじゃないか、さすがだよキリュウくん。お前金しか出してねえってね。だがもう遅い、ほら山野井、残りの書類をこっちに渡せ。お前の顔なんてもう二度と見たくないと思っていたが、まさかこんな形で再会するとはね。しかしこれで神室町が私のものになる。この町を転がせばまた何十億何百億という金が私の元に入ってくるだろう。そんなはした金いるのか。俺は今4兆円持ってる。人生ってのは楽しいな山野井。それはどうかな。ちょ、え、山野井さん、この時は待っていて、土地の権利書を渡すとでも言わないとお前に近づくことすらできなかったから。や、山野井、お前私をはめたのか。いや、まあそのはめたのかのはめをカタカナにしないでほしいんですけど、私は元共同経営者としてお前をこのまま野放しにしておくのにはいかない。お、ま、私はこの街が好きだ。お、テーブルがすごいことに。だからお前をここで送る。そんなことまでしなくても。金で買えないものもある、例えば命とかな。それを今ここで証明してやるよ。ま、待て、話せばわかる、金ならいくらでもやる。だから殺さないで。殺されるのは嫌なんだな。だから言ってるだろう、金じゃ動かない人間もいるんだ。じゃあ自首しよう。私がやってきた全ての悪行に責任を持つな。これでいいだろう。もうお前のことは信用できない。これで終わりにしよう。やめてくれ。最後だ。やめてください山野井さん。マリナ。ああ、すぐやめるよ。すぐやめるよ。山野井さん、気持ちはわかります。でも結局これじゃ金曜とやってることが同じになっちゃいますよ。それに、純粋にこの町を持っているあなたの手を汚させるわけにはいかません。え？お前一体。隠していてすいません、私実は刑事なんです。だって刑事、カムロ町全体を巻き込んでいる卑劣なマネーゲーム、その黒幕を探すために山野井さんのところで潜入調査をしていたんです。捜査、ブラッディマンディの世界観じゃないか。あそこにいればきっといつかは黒幕の元にたどり着けるんじゃないかと。警察の方にもこの一連のマネーゲームと暴力を担う強引な手口の被害の声が多数寄せられていたんです。伴うか。あまり公に動くときっと黒幕は手下連中を切り捨てて自分は逃げてしまう。だからゴキフラに捜査を進めていたんです。じゃあキリュウちゃんで気がある雰囲気を醸し出していたのもまさかただの演技。なるほどな。しかし納得だ、道理で優秀だと思ったよ。まあね、優秀すぎたよね。
まあ別に刑事だから優秀ってわけではないと思うけど、これからこの建物に一斉捜索を行います。きっと金曜の犯してきた悪事の証拠が出てくるでしょう。だから殺さなくても大丈夫です。きっちり罪を償ってもらいますから。よかった、あなたは終わりです、金曜さん。いや、山野井さんにさ、ちょっと罪を着せるのはね、畜生。ここまで来て、社長今まで黙っててごめんなさい。そしてありがとうございました。あなたのおかげです。ふっ、女は役者だな、まんまと騙されたぜ。さあ、これから私たちには悪い連中がいなくなった後のカムロ町をより良い町に戻す作業が残っています。え、もうマリナちゃんいなくなるんかな。そっから帰りましょう。山野さん、社長、山野さん帰ろう。はい。キラッキラしてダメが、え、やっぱりそうだよね、銃残しちゃダメじゃない。認めん、私は認めんぞ。私の稼いだ金は私のものだ。警察を知ったことが、貴様らも警察も全員殺して、そして全てを奪ってやる。そうすれば私はビリオネアのままだ。そんなに金が重要か。やばいな、もうダメだな、こいつは。二人とも下がってる。 なんだお前、こっちは銃を持ってるんだぞ。なめてんのかお前。キルちゃんはな、体力がゼロにならない限りどんだけ撃たれても大丈夫なんだろうな。誰が俺をそんなおもちゃで止められると思ってんなら、とんだ見込み違いだ。あれかな、あの引き金を引いた瞬間に多分避けるんじゃない。その引き金を引いて弾が発射されるまで 0. 何秒あるから、そのなんだろうな、音がした瞬間だっけ、なんかした瞬間に体が反応して避ければ避けられるみたいなのは、あの異次元のスナイパーでモーリーランがやってました。罪は今後つくな、今後償ってもらうが、その前に一足早く俺が罰を与えてよ。キリュウ、俺は貴様が大嫌いだよ。俺はこんなところで終わる器じゃない。死んでしまえ、早く撃てよ。もうね、早く撃たないからね。あら、結構武闘派なんですかね。残念だよ金曜さん、潔く死んでくれ。お腹に刺されてさ、あ、まだ死なない。そうか、もう一回苦しむことになるな、ごめんな金曜さん。すまねえ、多分あと1回ぐらい刺されなきゃいけないかもな。はい、お疲れ様でした。多分これで終わりでしょう。うん、これで終わりだわ。お疲れ様でした。まあ、え、あ、そうか、忘れてた。あ、じゃあこっちは堂島の流スタイルかな。嬉しい。まあ、今さらこれを身につけたところでっていう感じで、うわ、かっこいいな、おい。右足どうした、ゴンみたいになってるぞ、お前。制約と制約か。いいね、堂島の流スタイル。2826万円ゲットした、はした金だわ。もはやはした金だわ。はい、お疲れ。早かったな。殺人未遂、公務執行妨害、そしてビリオネアルームに隠されていた数々の悪行の証拠で金融を無事逮捕できました。どのくらいの判決、判決が出るんだろうな、これ。10年以上は独房かな。すべてが終わったんですね。どうした、浮かない顔して。いや、やはり彼もかつては私と志を共にした仲間だった男ですから。私があの時もっと彼をしっかり止めていれば、こんな事態になることは防げたかもしれない。彼を救えたかもしれない。そう思うとやりきれなくてね。まあね、怖いものですね、金って。金は人を変える力を持っている。なんかさ、今宝くじで10億円とか当たっても何も変わらない気しかしてないけど、でもいざ当たってみたら変わっちゃうんだろうなっていうのが、その宝くじ、その1億以上当たっちゃった人が、人の中の6割7割だっけは破産してるっていうから、多分変わっちゃうんだろうね。俺も多分変わるんだろうなって思うと、金持つのは確かに怖いな。歩きタバコはやめよう。確かに金は人を変える力がある。だが使う人間次第なんじゃないか。そうだと思うよ。だってキルちゃん今4兆円持ってるけど変わってないもん。金に人を変える力があるというのなら、金で人をいい方向に変えることもできるはずだ。世の中や街の連中の暮らしがいい方向に向かうように金の使い方を考える。それが金持ちに任された使命じゃないかと俺は思うぜ。金持ちってのは責任があるってことだ。そうですね、我々も今の金をどう使っていくか、考えていかなければなりませんね。この町やこの町の人々がもっと輝けるように。一気にいい話にするじゃん。無事金融王を逮捕できました。ありがとうございました。彼の手下だった他のビリオネアたちに関しては、彼に利用され支持されていたものが大半だったので、軽い処分のみで済みそうです。処分はね、下されるよね。
ただこのカムロ町を元の状態に戻すには彼らの力は不可欠だと思います。なので彼らは逮捕せずこのままこの事務所で働いてもらう形にしました。あそこなら常に私の保護観察下に置くことができますね。みんな反省してるみたいですから。そうか、すまないなんですから。あれってことはマリナちゃんはずっとまだあそこにいてくれるのかな。この町が元気になったらまた第2第3の金融が出てくるのかもしれませんね。まあその時はまたキルちゃんが何とかしてくれるよ。そうですね、時代が変わってもお金に人は見せられていく。それは変わらないのかもしれません。でもきっと大丈夫ですよ、カムロ町は。行こう。だって桐生社長がいますから。ふっ、買いかぶりすぎだ。俺だってこの町か、いつか、いつこの町から離れるかわからないぜ。そうだぜ。そうですけど、でもなんだかんだりずっとカムロ町にいる気がするんですよね。ああ、でもね、10年間ぐらい独房入るよ、一回。それは刑事の勘ですか。まあ、そんなところです。私はビリオネアたちの監視とカムロ町を見張る必要があるので、これからも引き続き事務所に残りたいんですが、いいですか。てかそうか、思ったけどさ、そりゃさ、ここでカムロ町をさ一手に担ってさ、なん多分今から何十億何百億稼ぐわけじゃん。それを全その上がりを全部さ組に入れてればさ、それは二十何歳の若さでね組持つことになるわな。はい、そりゃそうだわ。だって今4兆円持ってんだもん。4兆円入れちゃえよ組に。お前一気にトップだよ、キルちゃん。よかったな。さあみんなが待っています。帰りましょうか、我々の事務所に。ああ、マジでマリナちゃんはずっといるんだな。お、伝説スタイル堂島の竜を習得した。ポーズメニューのトップ画面で四角を入力すると堂島の竜に切り替えられます。はい、ありがとうございます。お、びっくりした。それじゃあ今日も業務開始といきましょう。キルさん一言お願いします。あまりこういうのは慣れてないんだから。もう言ったら言ったら、キルちゃん。まあまあ、みんなキルさんの言葉を待ってますよ。勢ぞろいじゃねえか。ジャガーとかも連れてこいよ、風俗を。では、カムロ町は金融王から取り戻したが、大切なのはこれからだ。俺たちには荒れてしまったカムロ町を元の状態に復旧し、さらにいい町にしていくという作業が残っている。俺も山の井さんと同じ、この町が好きだ。この町をもっといい町にしたいと思っている。今の俺たちには幸い、それを実現できるだけの物件と金がある。だからみんな力を貸してほしい。よし、業務再開で行こう。はい、今日は朝から500のお客様がいるんです。ご案内しますね。偉い人なのでみんなにも整えてくださいよ。ああ、わかった。あのメガネ系はどうなの。誰が来たのか見せてもらっていい。ここを任されてるキルです。本日はどのようなご用件で。はい、ここサムネでーす。ここだろサムネ。いやー、カムロ町制覇しましたね。長かったー。マジで超長かったよ。超長かった。別に白石マリナちゃんのイメージビデオが見たかったわけではないんですけど、いやー長かったね。どうこれ。あと芸能エリアがねもうちょっとなんだよね、この占有率 100% まで。あと全店を S ランクにしたいから、ちょっとそこら辺はねやっていきたいなと思います。はい、全部クリアしました。で、まあ所持金がね4兆9631億3515万3859円ということでね、まあ、全部しのぎで稼いだわけじゃなくて、あのカツアゲくん使ってね稼いだんですけど、まあ最終的にね、この金額になりましたっていうところでね、プレイ時間94時間だったよ。バカじゃねえかマジで。バカだぜこれ。ああ終わった。じゃあ最後にねイメージビデオのね白石まりなちゃんのね見に行って終わろうかなと思います。さてこれ全てのねやつが終わってから撮ってて、どこに差し込むかちょっとわからないんで、ここでちょっとあらかじめ言っておこうかなと思うんですけど、全部終わってね、マネーゲームこれで終わりだーと思ってたんですけど、なんかねここにね見るって書いてあるのよ。でこれちょっと一回やっちゃったんだけど一回そのセーブデータをねちょっと戻して、みんなに見せようかなと思うんで、ちょっとこれだけ動画にさせてもらいたいです。そういえばこのスペース少しもったいない気がするな。何か像でも置けそうな感じだが、金融王も倒して無事カムロ町を取り戻せたんだ。記念に何かモニュメント的なものを作って置いてもいいかもしれないな。うむ、ということでね、もうアホみたいなもうアホみたいなこと言ってますけど。あ、ちょっと待ってキリュウちゃん、あ今所持金見せちゃったんだけどさ、ちょっと先にこっち行くか。
ね、この度すべての物件をね S ランクにしました。これね、はい、全部 S ランクにしました。もうこれだけ本当にこれだけ見せたくて人員も多分全員いると思う。一応全員いるかな、あ、一応いると思う人員もね、はい、という感じで。で、娯楽王エリアにはその人員はね、娯楽王とその部下の竹下、置いておいて、電脳王にも人員は電脳王とそのまま部下ね、なんか勝手に入ってきたねこのナミヤってやつを、うん、入れてます。で、風俗王エリアだけはね、あのパピオン加藤がちょっと風俗王っぽいから入れてみたんだけど、で、こっちが風俗王のね、部下のジャガーね。風俗王だけはね、マネージャーとかガードマンじゃなくて、こちらアドバイザーにいるのね、風俗王ね。あと芸能王もね、うん、いるから、まあそれだけ、うん、間違えた。 で、賭博王エリアは、まあ、人員賭博王でね、警官はね、あの僕が裏でやってたサブストーリーで一番ちょっと気に入ったやつがこの警官だったんで、ガードマンを警官にしましたそういう感じです。で、芸能エリアがこちらですね、スピニング監督とマフィアのドンということで、まあ、なんでこいつらかっていうのは、一番給料が高いからですね一番給料が高いやつらを、で芸能エリアには入れてます。芸能もね、ちょっとマネージャーとして入んなかったし、芸能エリアでガードマンは入ってないから手にっていう感じでね、しのぎが完全終了したっていうことと、まあ、ちょいちょい見えてますけど、所持金がね、9兆9999億9999万9999円ということで完走しましたひえもうおかしいでしょ、うん、どこに持ってんの10兆円ってどんなもんよ、うん、日本国民に、日本国民って1億人でしょ、日本国民全員に1万円10万円ずつ渡せるよ一律給付金じゃんまあそんな感じでねもうこれが言いたかっただけです、うん、1万円かさすがに、いや10万円渡せるか、いやまあいいや、うん、まあやり方の方はね、普通にいろんなところで書いてあるんですが、真似したい方はね、あのカツアゲくんっているじゃないですか、いるんですよ、カツアゲくんっていうね、このサブストーリーの一番下にこれね、佐藤勇気っていうただのチンピラとは思えない強さだった、またいずれ出会うかもしれない、その時も、ね、俺も鍛えておくかってやつを、これ江頭ひろやかなという男、とんでもない強さだったな、なんとか避けたがまた出会うかもしれない、カツアゲされないように準備しておくかっていうカツアゲくんがいるのよ。こいつに一旦負けて、負けると所持金全部奪われるんですよ。だから僕が1兆円持ってたとしたら、カツアゲくんが1兆円持つことになるのね。で、1兆円持ったカツアゲくんを倒すってすると、まあ、なんとね、CP でしのぎじゃなくて、そのカツアゲくんありがとうっていうなんか CP のね、そのなんだろう、能力を取ると 1.5 倍ぐらいになるのよ、もらえる金額がね。そうだから1兆円を奪われたら1500億で返って、じゃあ1兆5000億円で返ってきて、それまた奪われて、でまた今度は7500億だから2億2500万で返ってくるみたいな、2兆2000、もう桁が多すぎてもうわからなくなるわ、2兆2500億で返ってくるみたいなラリーを繰り返すと、まあこの9999億円までやれますよみたいな。決してね、しのぎの数億でここまで頑張ったわけじゃないんで、そこはねご了承くださいっていうことで、100億使っちゃうとさ、この感想になくなくなっちゃうから、感想じゃなくなっちゃうから、ちょっと先に説明しちゃったわ。ちなみになんですけど、もう本当にこれ余談ですね。これレベル999まで上げるのに9兆9999億じゃ足らないです何回か所持金を乾燥させる必要がありますね。7兆円まで使ったら100レベルにするのに確か3兆円ぐらいかかるのかな、2兆9000億ぐらいだったと思うんだけど、ってやると、まあ、7兆円ぐらいになるじゃん。その7兆円ぐらいになったやつをカツアゲくんに取られて、また回収してレベル100まで上げてってやって完走させるみたいな感じですね、両方。ちなみにこのレベル完走は諦めました。単純計算50時間かかるんではい、ということでね、ここモニュメント立てていきたいと思います。結構ね笑っちゃったんだよな
お、制圧完了。なんだか少し恥ずかしいな。だがこの事務所をここまで発展させたんだ。これからやってもバチは当たらんだろう。しかし金の質感もいい感じだな。デザインにも細かく口出した甲斐があったぜ。なかなかいい趣味の像じゃねえか。お前がいい趣味してねえよ。金、まあ、何ですかこの悪趣味の像、ダサい。お、刑事、お前これよくない？じゃどうしてもこれ見せたくてさ。いや、いいよね。はい、そんだけです。はい、ちょっと撮るつもりがね、あの説明ベタなとこもあってね、うん、7分ぐらい撮っちゃいましたけど、はい、これにて僕のマネーゲームは終了でございます。お疲れ様でした。ああ、やっぱそうしよう。うん、今これ途中で申し訳ないんですけど、うん、いや全部ねやってから動画投稿始めようかなと思ったんですけど、うん、いや龍が如く、違う、堂島の龍スタイルがね、まあ解放されて、でまああの CP でね限界突破もさせたので、まあこれをね最後まで全部マックスにさせようかなと思うんですけど、ちょっとマネナちゃんのねイメージビデオ見る前にね、ちょこの動画見せようと思って今撮ってたんですけど、いやね全部こうクリアしてからっていうか、まあ全部ね開けてから、まあ、ちょっと 1,2 分喋って終わりにしようかと思ってたんですけど、なんかこれやってたら、今喋るのもありだなーと思って喋り出しちゃいたい。喋り出しちゃい、だべ、やばいな。脳が死んでる。喋り出しちゃいましたね。脳が死んでるわ。やばいやばいやばい。いや、マジでね、あの、愚痴ってわけじゃないんですけど、クソ長かったのよ、これ終わるの。マジで、クソ長かったのよ。金曜日に出すはずだった動画が、僕あの、金、日、火かな？金、日、火、水か。龍が如く出す予定だったんですけど、うん、まさかのね、出せないんですよね。それを、しばらくね。そう。それを金曜日に出す予定だったのを、まあ、火曜日にね、あの、繰り上げてまで、やったしのぎだったんですけど、いや、実はね、平日、多分月曜日ぐらいからもうその1個前に出したパート29は撮り終えてやってたんですよね。撮り終えてそっから平日仕事終わりとか、まあ、仕事休みの時が多かったんで今週ずっとやってたんですけど、一向にね終わらないのよ、ずーっと。やばない？そんなに終わらないってぐらい終わんなくてさ、うん、これ何？最大体力増加で、体力増加してないから、これ、もしかしてだけどさ、もう最大体力いってんのかな？それともこれ、色変わってる？うん、色が変わるとかかな、これ。そういうことじゃない？これ今無駄なことした今俺。まあ、別にいいんだけどさ。うん、いやー、長かったねー。いや本当にね動画投稿遅れてすいません。まあ、この、まあ、多分キャバクラの時と同じでね2時間3時間の動画になってると思うんですけど、まあ、そんな動画もねこんな最後まで見てくれてる方がいるかはわからないですが、もしいてくれたらね、まあ、見てくれてありがとうございますと、もう言わざるを得ない。だから俺も頑張ったんだよっていうことだけちょっと、うん、言いたかったです。なんかね動画投稿遅れやがってみたいな多分思う人見ると思うんですよ。僕がね好きな実況者に対して思うことなんで。いやパート100超えてるさ動画で次のパートまで1ヶ月かかるってもう離れちゃう、よしよっしゃって思いながら、俺は離れねえけどさって思いながらまあ見てるんだけどねいつも、うん、で俺も思っちゃうタイプだからわかるのよ気持ちは。だから本当に楽しみにしてくれてる方はねちょっと申し訳ないなって思うんですよ。ちょっとこれのセーブの場所を別の方にして、もうストーリーだけ先に進めちゃってもうやろうかなとも思ったんですよ、うん、でストーリー部分だけも編集して投稿してこれは別の動画でってやりたかったんですけど、あの今からものすごく面白いのよメインストーリー。さあ終わった。えレベル2とかあるんだけど、びっくりした。え、レベル 2?
レベル2って何えレベル2とかあるんだけど。そうなんだ。まだしばらく喋れますね。レベル2とかあるんだったらこんな時に喋らなきゃよかったわ、これ。てか4兆円集めといてよかったわ、これ。100億とかで満足してたら足りなかったな。よかった。いやあ、ちなみにこの4兆円っていうのは、その4兆円とか集めてるから、お前動画投稿遅れたんじゃねえかって思うかもしれないですけど、しのぎのね、5分10分かかるんですよ。しのぎ1回終わることに。で、1回終わらないと、よく出てきたパーセンテージあるじゃないですか、占有率。あれが 30%、60%、90% でサブストーリーが続くんですけど、それが発動しないっていうね。発動っていうのかな？うん。しないんですよ。だからそのしのぎ1回終わるごとに5分10分かかるのよ。まあだから時間かかっちゃったんだけど、だから動画時間2時間だとして、多分もっと10倍ぐらい時間かかってるっていうね。そうそうそう。ほいで、なんだ、何の話してたっけ。そう、その5分10分の合間の時間でカツアゲくんをね殺しまくって、今所持金4兆円っていう、まあ、そんな感じなんでね、お金稼ぎのせいで遅れたわけじゃないです、うん、いやレベル2あるってことはこれレベル3とかもあるんじゃないか。大丈夫かな。本当に大丈夫かなこれ。これ攻撃力バカ高いんじゃないのこれ、まあ、伝説の竜スタイルっていうぐらいだからな、高そうだな、うん。まあね、本当に長かったなこれやるのに。めちゃめちゃ時間かかったもんな。今何喋ってたかもちょっと忘れちゃったな。脳が死んでらこれ。これ脳が死んでるよこれもう。うん、何喋もうね、とりあえずね長かった。まあ、本当にね、これの、この動画を最後までね、見てくれた方は本当にありがとうございますということと、今思い出しました。メインストーリーがこれから面白くなるって話だったね。そういえば。そう、メインストーリーが、これから、マジで面白くなるところだと思うのよ。うん。だから、できればね、今からね、まあ、ノンストップで、まあ、ちょいちょいサブストーリーは挟むんだけど、面白いサブストーリーいっぱいあってさ、見せたいのいっぱいあるから、サブストーリーはやっぱ挟んじゃうんだけど、でもやっぱこう一気に見せてあげたくてさ、だからどうしてもねしのぎはねここで終わらせておきたかったんだよね、この10章終わったタイミングで。そうだから、まあ、ちょっと許してくださいっていう、うん、まあ許して許してうん、まあ許してほしいなっていう、そういうね言い訳の、うん、まあ、言い訳のことを言いたかっただけですね。これ最後まで喋るネタなくなっちゃったな。これね、何がきつかったっていうとね、まあ、ポケサー、僕ポケサー一切動画にしてないんですけど、僕は面白さがあんまりわかんなくて、うん、他にね動画にしてる人いっぱいいるんでね、まあポケサーのメインストーリーみたいなの見たい方がいればね、そちらの方を見ていただけたらなって思うんですけど、別の人の動画をね、そのポケサーのサブストーリーをクリアしないと、最後のさ、芸能エリアかなのポケサースタジアムを占有できなくて、でそのポケサースタジアムをクリアするために必要なパーツ、ポケサーのパーツがちょいちょいね、もしかしたら動画で出てたかもしれないんだけど、1万円、10万円、100万円でやるガチャみたいな、ドリームスロットだったかな、忘れちゃった、なんかそういうので手に入れたやつ、あレベル3あるわだる、うん、で出る超レアな、パーツ使わないとクリアできなくて、しかも100万円ガチャの方だね。そう、それを出すのにねマジでめっちゃ苦労した。うん、いやそれが芸能エリアであることはもう俺も攻略を見て知ってるわけよだからさ、それをね手に入れるまでが長かったな、マジで。ずーっとね電脳エリアあたりから一回しのぎやるたんびにドリームなんとか、まあ、ガチャを回ってたんだけど、ずーっと出なくて、ようやくね芸能のしのぎを3回ぐらい終わって、
あ、ポケサースタジアムがどんどんこれ置いてくボールになるなってタイミングでようやく手に入って、うん、それでようやくね全店舗、うん、占有できたって感じですよね。やっぱさ、一人桃鉄でさ100年とかやるときにさ、まあ、3人とも豆鬼とかにしたときにさ、他の物件、桃太郎ランドとか含めてさ、全国各地全ての物件手に入れたいってよくあるじゃん。雑魚らしい。ない、そういうの。俺一回やってさ、その100年桃鉄、100年桃鉄一人旅みたいな、全員豆鬼でやったんだけどさ、一回ね、小学生ぐらいの時な、小学生ぐらいの時は99年か、ファミコンだったからね、スーファミか。で、その時豆鬼だったかチビ鬼だったかちょっと忘れちゃったけど、名前。いやー、飽きるよ。あのね、60年ぐらいまで必死にやって飽きたなー。でも60年やったし、あと33年なーと思ってた矢先に、あのセーブデータ飛んだって思い出があります、はい。そんな話をしたくて、僕これやってるわけじゃなくて、俺あの1回だけだと思ってたからさ、これ能力強化のやつね。あの1周だけだと思ってたからさ、まさか3周これもっとあるんかな、あると思ってなかったからさ、うん、今すごいちょっとね、やらかしたなーと思ってるんだけど、これこのまま喋っておくべきですか？これ僕の喋り需要あります？これ最後まで聞いたよっていう人います？まあ、いたらコメントにね、やってほしいんですけど、コメントしてほしいんですけど。あと一切さ、右側の絵柄がね、こう変わらないのがきつくない？限界を超える力を手に入れる。極めることを目指す者のみが手にできる力、能力しか書いてないからね、全部。うん。攻撃力増加。気流の全バトルスタイルで効果を発揮だって。あ、全バトルスタイルで、威力上がるんだ。へぇー。あ、じゃあこの堂島の竜スタイルを取ってからの方が、多分、カツアゲくん倒しやすかったんだな。もっと早言うてやん。さあ、あとね、ここをやったら終わりなんですけど、まあね、レベル4以上あったらもうカットします。もう10分ぐらいこれ喋ってるんでね。もう喋りたいこと全部喋ったし。うん。まあこれからね、メインストーリー、11章からだっけ？多分そうだと思うんだけど、11章からね、ラストが14章みたいなんで、もうここが多分一番の盛り上がりでしょ。コウモリの腕の男が分かって、で、牧村誠を助けようとした真島五郎が、まあ、未来の三代目にね、なんか助けられた、まあ、最後拳銃でなんか叩きつけられてたけど、で、まあ、鬼人会みたいなところのね、多分会長かなんかなんだろうね、今は。うん。もあって、で、キルちゃんはキルちゃんでね、あの、車で大阪の方に向かっていますけれどもね、今。うん。ここでね、二人が交差してさ、いや、これからどんどん面白くなっていくっていうタイミングなんでね。はい、レベル4があったんでここでカットしますけど。まあ、これからね、楽しくなっていくと思うんで、ぜひね、最後までご視聴いただけると嬉しいです。もうこの動画はまあ、ここまで見てる人はね、いるかわかんないですけど、ここまで見といてなんだけど、この動画別に見なくてもいいです。キャバクラの方はね、割と見てくれてる人がいてね、ちょっとテンション上がりましたね。うん。はい、ということでね、キャバクラの方もしのぎの方もね、全部見たよーっていう人はね、できればコメント、またはね、ツイッターの方でね、まあ、リプなり DM なりしていただけたらね、もう本当に心の底からありがとうっていうね、もうありがとう、丸って送るから。もう本当に心の底から出るありがとうを言うから、俺は。ってな感じで、もうカットします。いやね、ちょっとレベルの方を見ていただきたいんですけど、レベル10まで来たんですよね。で、調べたんですよ。上限。999まであるらしいですね。で、なんなら、このレベルが今10じゃないですか、レベル10になって、まあ、これ、なんていうの？で、10回もやったわけですよね。で、これが10回目になるのか。そう。だから下の右は999でね、これね、この下の数字はカンストするんですけど、999になったタイミングでもう一回これをやるんで、レベル1000みたいな上限っていう風に書いてありました。
やれるか。寝かせろ。ということでね、2653億使ったんですけど、伝説の流星レベル、一応ね、レベル10にとどめておきました。まあ上げれるタイミングがあれば、気が向いた時にでもね、やろうかなとは思うんですけど、まあとりあえずレベル10で、もうそれでも相当強くなったんじゃない。これでチンピラスタイルが完走と、ラッシュスタイルも完走かな。で、壊し屋スタイルが残りね、これ3回、あの姉さんのところでこれ修行してこないといけないんで、まあこれだけ、まあ裏でやっといて、完成ということで、まあまた完成して、まあ堂島の竜スタイルのこのレベルに動きがあったらまた見せますね。まあなかったら見せないです。はい。まあ、そんな感じで、最後ね、白石まりなちゃんだっけかなんかのビデオを見て終わりましょうか。これね、白石まりなちゃんの、イメージビデオを見てね、終わろうと思います。見に行きましょう。いや、見に行くっつってんだろ。いやー、来年も行かせてあげる。白石まりなって書いてるわ、後ろに。これまりなで合ってんのかな。結局ずっとまりなちゃんって呼んでるけど、これね、絶対可愛いんだよね。絶対可愛い。あー、いいね。あの、幼なじみにいてほしい顔だね。あの、甘髪知ってる人は分かるかもしれないですけど、若干リホコに似てませんか？若干ね。若干ですよ。いや、幼なじみにいてほしいランキング1位ぐらいの顔じゃない？これ。パイやば。パイやば、マジで。あ、いいね。やっぱね、ムチッとしてた方が僕は好きなんでね。最高です。もうね、疲れすぎて何にも出てこない。なんでポールのところで撮るんだろうな。毎回。強調させる感じ？え？結婚してらっしゃる？それとも反転カメラですか？棒をいやらしくなぞるの。棒をいやらしくなぞるのに爪が長いの。ふうじゃねえんだ。あと気合たまんな。ねえ、ほんとに。はい、ということで、最後ね、白石まりなちゃんだっけの、よ、なんて読むんだろうね、まりなでいいかな、もう。まりなちゃんのね、イメージビデオも見れたということで、しのぎは終わろうかなと思います。疲れたなぁ、マジで。何時間も何時間もやりました。褒めてください。そして動画投稿遅れてすいませんでした。またね、水曜日、明日からですかね。これが火曜日に出るか分かんないですけどね。編集時間かかったら火曜日に出ないです。ということでね、また次回メインストーリー11章から、14章までね、駆け抜けていくんで、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。ではお疲れ様でした。